どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、ドライブって楽しいと思わない？確かに楽しいと思うが、最近どこか遠出でもしたのか？ついこの間、辺り一面に、大草原が広がる山をドライブしたの。それは楽しそうだな、まんじゅうでも。車を運転できるのがまた驚きだがな。最後の一言は余計よ。とりあえず今はそんな現実的な話はなしにして、ドライブすれば行ったことのないところにも、行けるし、最高の時間が過ごせるじゃない。まあな、だが霊夢、ドライブ中に、事件や事故に巻き込まれることも、あるから注意が必要だぜ。確かに乗り物を運転するんだから、多少の危険は想定しなきゃダメよね。それに、ドライブ中に事故に巻き込まれて、さらにとある事件にまで発展してしまった、事例もあるんだ。それってどんな事件になったの？ドライブ中に事故に遭った夫婦の子供が、忽然と姿を消した失踪事件だな。失踪事件？気になるわ、詳しく教えてちょうだい。というわけで今回は、ソモシエラ失踪事件について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしてってね。事件が起きたのは今から35年前の、1986年、スペインのソモシエラという峠で、とある少年が失踪してしまったことにより、明るみになったんだ。少年は、その峠で失踪してしまったの？ああ、ソモシエラ峠で1台のトラックが横転し、乗っていた夫婦の子供の行方が、わからなくなってしまったんだ。行方がわからなくなるなんて、奇妙な出来事ね。その少年の名前はファンペドロ。彼は学校の授業でバスク地方の文化に、ついて学んで以来、緑豊かな、草原の土地に憧れを抱き、夢中になっていた。それからというもの、ペドロは、バスク地方へ連れて行ってほしいと、何度も父親にせがんでいたそうだ。子供らしい好奇心が芽生えていたのね。そんなペドロに彼の父親、アンドレアス・マルチネスは、学校の成績が良ければ、連れて行ってあげると約束した。ペドロはもともと成績も優秀で、目標のためにすぐにいい成績を、収めることができたんだ。豊かな自然に興味を持つなんて、なんだか賢い子が抱きそうな好奇心だわ。アンドレアスはスペインの地中海に、面する港湾都市の、カルタヘナという、ところに住んでおり、トラックの運転手をしていたぜ。ちょうどバスク地方へ荷物の運送を、依頼する仕事が舞い込み、ソモシエラという緑豊かな峠を、通る機会を得たため、ペドロも、一緒に連れて行くことを思いついたんだ。その話を聞いたペドロは、とても喜んだでしょうね。そうだな、この運送業務は遠出になることもあり、妻のカルメン・ゴメスにも、同乗するよう説得したアンドレアスは、家族3人で一緒に家族旅行も兼ねて、トラックでドライブに行くことにしたんだ。とても楽しそうね。ちなみに、どこまで荷物を運ぶことになってたの？バスク州北部、ビルバオというところで、トラックで一晩以上はかかるそうだぜ。ということは随分な、遠出の旅になるってことね。ただ、ビルバオの周囲で、少し家族旅行の計画を立てることも、可能だったから、楽しむには、いい機会だと考えたんだろうな。こうして1986年の6月24日の夜7時、一家は父の運転するトラックで、長距離ドライブに旅立っていったんだ。夜に出かけるなんて、当時まだ子供だった。ペドロにはだいぶ新鮮だったでしょうね。まだ10歳だったからな。アンドレアスにとっては、仕事で通い慣れているこのルートは、何も迷うことなく通過できるはずだった。しかし、この時だけはそうはいかなかったんだ。ところでマリサ、そうはいかなかったって、何か意味深な表現をしてたけど、何か違いでもあったの？いや、特に何も違いはなかったんだ。大型トラックを長時間走らせるのも、日常的だったし、条件は何も、変わっていないはずだった。まあこの日の違いといえば、家族が同伴していたことくらいだな。そうだったのね。ちなみにアンドレアスは、何を運ぶことになっていたのかしら？この日積んでいたのは、5200ガロン約2400リットルもの、硫酸だったんだ。硫酸って、漏れでもしたら大変よね。これが何か事件に関係しそうな雰囲気だけど、確かに硫酸なわけだから、危険物の運送ということになるな。そして、夜通し運転した後朝5時半に、峠の途中にあるサービスエリアのようなところで、朝食をとって、一行は続けて、ソモシエラの峠道を進んだんだ。このソモシエラ峠は、険しい道や、危ないところなんかはなかったの？確かになかなか運転が難しく、きつい勾配やカーブが多く危険な、箇所も複数あったようだな。しかし何度もこの道を通っている、ベテランドライバーのアンドレアスにとっては、何の不安もなかったんだ。しかしこの日は何かが違っていた。一体何が違ったというの？峠道の下りに差し掛かった瞬間、突然運転が乱雑になり始め、スピードが上がり始めたんだ。急な展開ね、一体何があったというのかしら。
アンドレアスの急な運転に対向車は、クラクションを鳴らしてかわしていったが、最悪なことに、回避できなかった。一台のトラックと正面衝突してしまう。三人が乗ったトラックは横倒しになったんだ。大変な事態じゃない。確かトラックにはかなりの量の、硫酸が積まれていたのよね。その通りだ。倒れてしまったトラックから積み荷の、タンクに亀裂が走ってしまい、危険な硫酸が当たりに流れ出てきたんだ。三人は無事だったの。いや、アンドレアスとその妻、カルメンは残念ながら即死だったそうだ。二人の遺体は回収され、警察によって、身元が確認された後、カルメンの、母親に事故の詳細が伝えられた。すると彼女は、あの子はどこ？ペドロは無事なの？と警察に尋ね、その時初めて警察は、夫婦の子供が同乗していたことを知るんだ。ねえマリサ、さっきの話だと警察は、ペドロの存在を把握していなかった、みたいな感じだったわよね？ああ、カルメンの母親からペドロの、安否を尋ねられた警察はすぐに、トラックの中とその周辺を調べたが、不思議なことにペドロの姿が、見つからなかったんだ。救急チームはまず、他の車が、近づかないようにドライバーを避難させ、危険な硫酸を中和させるために、現場に大量の石灰と砂を撒いた。その後、本格的な捜査が開始されたのは、事故が起きて3時間後のことだった。3時間後には、もうペドロの姿は、なかったということね。その間に、少年がどこかに、行ってしまったことになるんだろうけど、そんなに遠くに行けるかしら。実際に車内の後部座席には、子供用の衣類があるのみで、その他少年の、痕跡を示すようなものは、一切見つからなかったそうなんだ。トラックの下敷きになったことも考え、クレーンで持ち上げて確認してみるも、やはりペドロの姿は見つからない。ここで、少年が失踪したことが、明るみになったということだな。かなり奇妙な話ね。ただ、私は今聞いてて思ったんだけど、大量の硫酸を運んでいたわけでしょ？倒れて流れ出てしまった硫酸によって、ペドロの遺体が完全に溶解してしまった、とは考えられないのかしら？もちろんその見解もあったが、その推測は法医学の専門家によって、完全否定されている。どうして否定されたの？仮に遺体が硫酸に水没しても、3時間で完全に消失することは、ないとしているんだ。実際に動物の遺体で実験が行われたが、皮膚や内臓といった軟部組織が、すべて溶け切るだけでも24時間、骨まで溶けるのに約5日かかったと、結果が出ているんだぜ。確か捜査が本格的に開始されたのは、事故発生から約3時間って言ってたわよね。それならペドロの遺体が完全に、溶け切るのには短すぎる、ということになるわ。ああ、それに両親も硫酸の被害に、あっており、遺体の一部が溶解こそ、していたものの、完全に溶け切ることは、なかったそうだからな。ますます真実が見えづらくなってきたわね。また事故に関する奇妙な詳細も、明らかになってきたんだ。当初、トラックのブレーキには、何かしらの不具合があったと考えられていた。だが詳しく見てみると、ブレーキには、特に何も問題はなかったことが分かった。それならどうしてアンドレアスの、運転が荒くなってしまったのかが、余計にわからないわね。さらに車内の計器類に残された、運転のデータを調べてみると、事故発生の20分以内22回も、トラックが完全に停止していたことも、わかったんだ。12回も？しかも、20分以内に、その間に一体何があったのかしら。また、この事故に関しては、奇妙な証言も浮かび上がってきているな。事故が起きる前に間一髪で衝突を、回避したドライバーによると、事故直後に白いバンに乗った二人の、外国人が現場に向かっていくのを、目撃したと言っているんだ。その二人の外国人が誰だったのか、調べはついてるの？知られているのは、二人はいずれも、白衣を着た茶髪の白人の男女だったようで、女性は自分が看護師であると説明し、現場の近くで車を止めていた。ドライバーに医療補助が必要かどうか、聞いてきたらしいんだ。その女性が話すスペイン語には、外国訛りがあったそうだな。その男女の関係性が気になるわね。二人は恋人関係だったのかしら。そこまでは知られていないな。ただ、この峠道を通った二人の、地元民も白人の二人組を見たと話している。男性の方が、倒れたトラックの室内から、荷物が入った何かを取り出して、回収しているのを確認したとのことだ。その荷台には何が入っていたのかは、わかっていないの？残念ながら、そこまでの有力な情報は、今のところないようだな。ペドロが最後に目撃されたのは、午前5時30分、マドリード郊外のレストランだ。さっき話してた運転の途中で、寄り道したサービスエリアみたいなところね。ああ、その店のウェイターが、
一家が朝食をとっているところを確認しており、それがペドロの行方が分かっている間に見られた最後の姿ということになる。そして店を出て約1時間後の6時40分にトラックは事故を起こし、事故発生の10時間後にアンドレアスとカルメンの遺体が回収されたということだ。その間にペドロがどこかへ行ったとしても、子供の足で行ける場所には限りがあるでしょうし、目撃者だっているはずよね。そうなんだ。ある一つの説によると、事故の衝撃で記憶を失ったペドロが、そのままソモシエラの荒野をさまよった挙句、誰も発見できないようなところで、力尽きたという話も出ているな。それもちょっと無理やり感があるわね。そもそも誰も発見できないところって、どこって話よ。まあ誰も発見できないと、言っているわけだから、故に誰も見たことのない場所を、言っているのかもしれないぜ。それにいくら事故直後とはいえ、周りにはヤジ馬のような人だかりが、いるわけでしょ？誰にも見られずに事故現場から、離れるなんて考えられないわ。警察やボランティア団体はすでに、ソモシエラ峠はほとんど、探し尽くしているとのことだ。警察犬も含めて少なくとも、事故現場から30キロ圏内で、何一つ手がかりが発見できなかったようだな。他には何か推測はされてないの？あとは、麻薬密売人との間に起きた、トラブル説が挙げられているな。麻薬？なんだか急に話が、重い方に進んでいったわね。事故が起きた当日、ソモシエラの先には検問所があったんだ。それを何事もないかのように、通過するために、密売人が麻薬輸送の話を、アンドレアスに持ちかけたという話だな。それもまた無理やり考えなめない話だけど、アンドレアスは密売人からのこの要求を、断ったために、ペドロを人質に取られ、麻薬を運ばざるを得なかった、という説だ。ちなみに20分以内にブレーキを、12回も踏んでいた原因は何が考えられるの？アンドレアスがペドロを取り返すために、猛スピードで追っていて、急ブレーキを、かける場面が多くあったと考えられているんだ。なるほどね、でも人質を取ったところで、アンドレアスが警察に通報すれば、捕まる確率も上がるわよね。そんな大きなリスクを背負ってまで、ペドロをさらうなんてするかしら？そうなんだぜ。だからどの推測もあまり有力ではないな。そこで、また別の噂が囁かれるようになったんだ。どんな噂なの？その内容が、アンドレアスが、配送業をしているように見せかけて、実は麻薬の運送を行っていたのでは、ないかという疑惑だ。まさかのアンドレアス本人が密売人？というかどうして麻薬の話が浮上したのかしら？それが、実際に彼のトラックから、薬物の痕跡が見つかったと、報道されたらしいんだ。本当なの？ただ、警察はこの報道を受けて、アンドレアスが薬物の運搬や犯罪組織との、関わりがあるか捜査したが、それらの関係者と結びつく証拠は、出てこなかったとのことだな。それじゃあまた捜査は振り出しに戻るのね。また、失踪してしまった少年の、ペドロについての目撃情報も、上がっているぞ。誰かがペドロの姿を見たのね。事故の翌年の1987年に、マリトットの自動車教習所の教官が、盲目の老婆を導いてる10歳か11歳くらいの、少年にアメリカ大使館の場所を、尋ねられたと証言しているんだ。一緒にいた盲目の老婆の存在が気になるわね。老婆は半年前に、ミョンバク政権下にあった、イランを脱出してきた難民だったそうで、スペインに来てまだ半年しか、経過していないとのことだった。スペイン語がうまく話せないと、訴える老婆だったが、少年は、アンダルシア訛りのスペイン語を、流暢に話していたようだ。その子がペドロだった。可能性が高いということね。そうだな、この教官は、老婆に、なぜ少年がスペイン語が上手に、話せるのか聞いたところ、彼女は話題を変えて、そそくさと、立ち去ったというんだ。老婆の動きも怪しいわね。残念ながらこれ以上の新たな情報は、得られていないようだがな。後にテレビで失踪事件の特集を、見た男性は、老婆と一緒にいた少年が、ペドロだと確信したが、このことを、警察に話したものの真剣に、取り合ってもらえなかったそうだ。もしこの時警察が本格的な捜査に、乗り出していれば、何か変わったかもしれないわね。ところでマリサ、アンドレアス一家は、カルタヘナ出身だって言ってたけど、アンダルシア訛りのスペイン語って、何か関係あるの？実は、ペドロは確かに、アンダルシア出身ではなかったが、彼が住んでいたカルタヘナ地方の話し方は、一部アンダルシアの訛りと、似ているところがあるんだ。そんなつながりがあったのね。その老婆の行方も、それからは分かっていないのよね。ああ、老婆が食料を受け取っている、という赤十字に何度も足を運んだが、二度と会うことはなかったと言っているな。これで、現在もこの事件の真相は、闇の中って状態なのね。
日本国内でも失踪事件は、数多くあるけど、海外でも昔から、こんな奇妙な事件は起こっていたのね。特に原因がわからないまま、行方がわからなくなってしまうのは、子供が多いな。この事件を考えると、あまり大草原をドライブしたい、という気がうせてしまうわね。まんじゅうには運転は無理だと思うがな。そうよね、確かに。って、だから誰がまんじゅうよ。まあとりあえず、私たちは、事件に巻き込まれないように、気をつけようぜ。そうね。というわけで今回は、そのシエラ失踪事件について解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。失踪前に女性と談笑、有力な目撃情報なし、服部公平さん失踪事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。あら、スマホの充電が切れそうだわ。最近一日中スマホを触ってるよな。スマホで何をしているんだ？ SNS や YouTube を見ているのよ。たまにゲームなんかもやるわね。そんなに画面を見ていたら疲れそうだぜ。確かにそうね。でも、スマホがないと生きていけない人は多いんじゃない？私も誰かの連絡を待っているわけでもないのに、電源を落とすと不安でたまらないわ。行方不明者にもスマホ中毒で、電源が切れたことによって家族が行方不明に気づいたことがあったな。電源が切れてるだけで周りが異常を感じるなんて、よっぽどのスマホ依存症だったのね。どんな事件か気になるわ。じゃあ今回は、服部公平さん失踪事件について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは行方不明となった服部公平さんの特徴を説明するぜ。よろしくお願いするわ。服部公平さんは当時17歳、身長170センチで体重 55kg の痩せ型で、髪型は赤茶色の短髪だった。失踪時の服装はピンクの T シャツにグレーのジャケットを着ており、濃い青のパンツと、白ベースで赤と青の3色デッキシューズを履いて、ロックというロゴのシルバーのネックレスを身につけていた。公平さんの関係者によるツイッターでの呼びかけには、失踪当時の服装で歩いている防犯カメラ映像が公開されている。当時の高校生らしい服装ね。また公平さんは携帯にかなり依存しており、入浴する時も携帯を手放さないような状態だった。入浴する時も、たまにそういう人がいるのは聞くけど、ああ、そんな彼がどうして失踪したか、その経緯について解説していくぜ。2014年7月11日午後9時半頃、大阪市旭区に住む当時16歳だった高校2年生の服部公平さんが、大阪市宮古島区にある叔父の家から、友達に会いに行ってくる、30分くらいで戻る、と言い残し、自転車で外出した後、行方不明になったんだ。21時半ならまだそんなに遅い時間じゃないわね。塾帰りの学生もよく歩いているわ。帰ってこないことを不審に思った家族が警察に捜索願いを出して、捜索を行った結果、宮古島区にあるスーパーの駐輪場で公平さんの自転車を発見したが、公平さんの姿は見つからなかった。公平さんは携帯を持って出かけていたが、失踪当日の午後10時頃からは電源が入っておらず、携帯電話の行方についてもわかっていない。入浴するときも携帯を手放さないのに、このときだけ電源を切っていたなんて考えづらいわ。そうだな。この事件は事件性が高いと見られており、テレビ番組でも取り上げられて情報提供を求めたが、現在も有力な情報はなく、公平さんの行方はわからないまま、未解決となっている。この事件の経緯が知りたいわ。教えてちょうだい。ああ、任せろ。失踪当日の7月11日午後6時頃、公平さんは大阪市旭区の千林大宮駅近くにある自宅から、宮古島区毛馬町にある仲の良い叔父の家に向かった。公平さんは叔父の家で4時間近く過ごし、今度海に行く話などをしていて、特に変わった様子はなかったと言われている。公平さんは親戚と仲が良かったのね。そして午後9時半頃、公平さんは、友達に会いに行ってくる。30分くらいで戻る、と叔父に伝え、携帯電話を持って自転車に乗って出かけた。ここまでは普通よね。それでどうしたの？午後10時過ぎ、30分以上経っても、公平さんが家に戻ってこないため、叔父が公平さんの携帯に電話をかけたが、公平さんの携帯には電源が入っていなかった。その後も公平さんが戻ってくることはなく、心配した家族が警察に捜索願いを出して捜索したところ、公平さんのバイト先だったスーパーの駐輪場で、公平さんの自転車が放置されているのを発見した。だが、それ以外に公平さんの行方を示すようなものは何も見つからず、そこから先の足取りは全くつかめていないんだ。高校生でバイトもしているなら、交通手段は自転車だけとは限らないわ。
携帯の GPS で公平さんの居場所を特定することはできなかったの？ああ。失踪後は携帯電話の微弱電波や GPS などの調査が行われているが、いずれも電波を拾うことができなかった。常に携帯を持っていた公平さんが自ら電源を切るとは考えづらく、何らかのトラブルに巻き込まれた際に、携帯の電源を切るように指示されたか、何者かに携帯を奪われたのではないかという見解がある。そういえば、携帯の行方もわかっていなかったわね。テレビ番組で公平さんの母親は、公平さんが自ら失踪した可能性を考えて、大阪市西成区の愛林地区を訪れ、日雇い労働者たちに公平さんの目撃情報を求めた。あそこなら身分証がなくても生活しやすいもんね。それで目撃者は見つかったの？半年前に公平さんに似た人を、西成労働福祉センターで見たという情報はいくつかあったが、どれも信憑性に乏しく、結局公平さんの行方につながる情報は得られなかった。残念だわ。さっきも言ったけど、バイトをしていたなら普通の高校生よりもお金を持っていただろうし、人が多い東京や、他の大都市に行ったとは考えられないかしら？もちろん東京の歌舞伎町や、大阪の南でホストになっている可能性も探ったぜ。またネットでは名古屋での目撃情報もあったが、いずれも公平さんの居場所につながる手がかりを得ることはできなかったんだ。そうだったのね。そもそも公平さんは自分で30分くらいで戻る、と言って出て行ったんだから、自ら失踪したとは考えづらかったわ。その通りだ。次は様々な憶測を紹介するぜ。実は失踪当日、公平さんは友人の女性とバイト先のスーパーの前で、会っていたことが判明している。そうなの？なら、その女性から何か証言は得られなかったのかしら。この女性は公平さんと15分ほど会話をして別れたと証言していて、公平さんの行方については知らないとされている。この友人の女性とは、偶然会っただけなのかしら？気になるわ。ネットなどでは、この女性が嘘をついている可能性を指摘する声も多く、何らかの真相を隠しているのではないかという見方もあるが、この女性に関する情報は出てこなかった。それならその女性は、本当に公平さんの友達だったのかしら？もしかしたら恋人だった可能性もあるわよね。そうだな。他にも公平さんは、地元の不良グループに拉致されて、殺害されたのではないかという憶測もあった。その可能性はあるの？いや、公平さんの自転車が発見されたスーパーの周辺では、そのようなトラブルの目撃情報はないし、公平さんが以前からそのようなトラブルに巻き込まれていたという話もなかった。そのため、これらはあくまで憶測の域を出ていない。ますます謎だわ。公平さんに何があったのかしら？もし一方的に、公平さんに恨みを抱いている人物がいたとしたら、公平さんは予測できない事態に巻き込まれた可能性は、否定できないという見方もある。マリサの話を聞けば聞くほど、公平さんは誰かに連れ去られた気がするのよ。もちろん何者かによって連れ去られたという説もたくさんあった。その場合、生存していたとしたら、現在も犯人の管理下に置かれて生活していることが考えられる。事件から今年で8年でしょ？そんな長期間、男の人を監禁し続けることは難しいと思うわ。そうだな。公平さんが洗脳されていたらできないこともないだろうが、この説には否定的な意見もある。本当にどこに行ってしまったのかしら？この失踪事件は、事件性を指摘する声が多いにもかかわらず、2022年になっても何一つ有力な手がかりはなく、公平さんの足取りは依然として不明なままだ。やっぱり公平さんと会った女性が一番重要な鍵を握っていそうじゃない？そういう声も多いな。だが、その時の会話内容や状況などは公表されていないんだ。その女性以外に、公平さんの交友関係はわかっているの？残念だが、公平さんの交友関係などの情報もない。しかも失踪場所は、大阪市旭区付近だという話さえあって、正確な失踪場所をつかむことさえ難しく、情報が錯綜しているんだ。失踪場所は宮古島区だとばかり思っていたけど、確かに自宅近辺に移動していても不思議はないわね。警察は事件性を示す決定的な証拠がないので、事件性を含めた本格的な捜査は行っていないと見られている。でも、公平さんには自分から失踪する理由がないじゃない。そうだな。だから公平さんの安否を心配する声が多くあるんだ。周辺の防犯カメラはどれくらい調べたのかしら？スーパーの防犯カメラを調べたのは公表されているが、他の防犯カメラに公平さんが映っていたとの情報はないな。もし公平さんがスーパー以外の防犯カメラに映っていなかったら、スーパーの駐輪場で事件やトラブルに巻き込まれて、連れ去られた可能性があるわよね。その通りだ。そして公平さんが叔父の家を出た時間帯なんだが、実は午後9時半頃という情報と、
午後10時過ぎという情報があって、どちらが正確な時間かはわかっていない。え？時間すらよくわかっていないの？ああ。だが、浩平さんが友人の女性と会っていた時間が、午後10時45分頃だという情報があって、それから15分ほど話をした後、午後11時頃に浩平さんと別れたとされている。もしこの情報が真実だとすれば、浩平さんは午後11時以降に失踪に関する何かがあったことになるぜ。最初とだいぶ話が変わってきたわね。そうだな。だからもしこの友人の女性が本当に事件とは無関係だとすれば、浩平さんは帰ろうとした直後に何者かとトラブルになり、拉致されたのではないかと考えられている。その考えなら、携帯の電源が入っていなかったのも納得できるのよね。犯人が浩平さんの居場所を特定されないように、浩平さんの携帯を奪って壊したんじゃない？霊夢の考えは、ネットでもよく支持されているぜ。さらに残酷なことを言ってしまうが、その説が事実だとすれば、浩平さんの生存の可能性は低くなると思われる。そうなるわね。この説は外れてほしいわ。浩平さんの交友関係なども明らかになっていないし、とにかく情報が少なく、ネットで挙げられている憶測は大体似たようなものばかりだ。そして浩平さんの行方を探すため、ツイッターなどには失踪前の浩平さんの写真がアップされているが、その写真を見る限りだと、浩平さんはやんちゃそうなイメージがあり、もしかしたら不良などに、目をつけられていたのかもしれないとのことだった。あら？浩平さんは特にトラブルを抱えていなかったんでしょう？ああ。だからこの写真のイメージから来る憶測は、あまり支持されていないな。見た目で決めつけるのは良くないわ。また、浩平さんは AKB のファンだったのではないかと言われているぜ。そんな情報があるの？というのも、2015年にテレビ番組で服部浩平さんについて特集された時に、番組で浩平さんが AKB メンバー写っている、ツーショット写真が公開されたからのようだ。そのため一部の視聴者からは、AKB ファンではないか、と推測されたみたいだな。どこに行っても AKB の音楽が流れていた時代だから、ファンでもおかしくはないわね。さらに浩平さんのものではないかと言われている、Twitter アカウントが見つかっているが、ツイートは2013年で止まっており、本当に浩平さんのアカウントなのかは分かっていない。スマホ依存症だったみたいだし、年齢的にも SNS をやっていて良さそうだけど、特に詳しい情報などはないのね。ああ、この事件で最も重要とされるところは、浩平さんは失踪当日、誰に何の目的で会いに行ったかだ。そうよね。浩平さんは叔父の家に遊びに来ていたから、状況的には誰かに呼び出されたと考えるのが自然だわ。ああ、もしスーパーの前で会っていた友人が呼び出したとしたら、何の目的で呼び出したのかが気になるよな。この女性と会ってすぐに浩平さんが失踪していることから、やはりこの女性は何か事情を知っていたのではないか、という見方が非常に強い。友人とは言うけど、恋人だった可能性もあるしね。それなら何か知っていても不思議じゃないわ。その友人の女性をめぐるトラブルに巻き込まれ、車で拉致された可能性なども指摘されている。ただ、このような可能性は、浩平さんの関係者が調べ尽くしているとも思われるため、2010年に神戸市北区で起きた男子高校生が、殺害された事件のように、全く面識のない人物に因縁をつけられて、拉致された可能性は捨てきれないんだ。他にも似たような事件があったの？ああ、神戸市北区で午後10時過ぎ、彼女と路上でおしゃべりしていた男子高校生が刺されたんだ。犯人と被害者には接点がなかったが、犯人は普段から二人の姿を見かけていた。そして被害者が交際している女性と一緒にいるのに腹を立て、以前から殺すつもりだったと供述している。全く面識のない人に因縁をつけて殺害されるなんて怖すぎるわ。浩平さんが生きていれば今年で25歳になる。ええ、浩平さんの家族はまだ待っているからね。そうだな。無事に戻ってくるのを祈るぜ。以上が、服部浩平さん失踪事件、だ。浩平さんの情報が全然ないどころか、公開されている情報すら錯綜している失踪事件ね。ああ、こんな失踪事件も珍しいぜ。いつも携帯を手放さない浩平さんだからこそ、携帯の電源が入っていないことを不審に思って迅速に捜索願いを出せたのに、浩平さんが今どうしているのかわからないが、きっとどこかで生きていると信じてるぜ。ええ、そうだマリサ、ゼンリーを入れましょう。お互いの位置が確認できるアプリよ。ゼンリーはサービス終了するとのニュースがあったぞ。そうなの。というわけで、今回は、服部浩平さん失踪事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。なぜ捕まらないのか。闇が深すぎる行方不明。北山優子さん行方不明事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。桜の季節になってきたわね。綺麗だよな。
私も女子高生に戻って青春をやり直したい。青春って何をしたいんだ？タピオカ飲んだり、友達とお弁当食べたり。食べることばっかりだな。いいでしょ別に。でも、女子高生を狙った事件も多いんだぜ。例えば、1997年に起きた失踪事件とかな。どんな事件だったの？当時、高校3年生の女子生徒が行方不明になったんだ。誘拐されたのかな？もっと詳しく教えて。それじゃ、北山優子さん行方不明事件、を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。その事件は1997年6月13日に、三重県滝郡明和町で発生したんだ。当時、三重県立松坂工業高等学校に通っていた高校3年生の女子生徒、北山優子さんが突如失踪してしまったんだぜ。突然いなくなっちゃったの。北山優子さんは、20時まで塾の採点のアルバイトをしていたんだ。もう外は真っ暗で危険よね。そうなんだ。だから、いつもなら迎えに来た母親と一緒に帰るんだけど、この日は、友人の家で定期テストの勉強をする約束をしていたんだぜ。それで近くの公衆電話から友人に、あと10分くらいで着く、と電話して、自転車で友人宅まで向かったんだ。無事に着いてほしいわ。しかし優子さんは、そのまま友人宅に現れることはなかったんだ。優子さん、どこ行っちゃったんだろう。23時頃、友人は優子さんの自宅に電話して、優子さんがまだ来ていない、と告げて、家族みんなで行方を探したんだぜ。見つかったの？いや、見つけることはできなかったんだ。見つけられなかったんだね。優子さんの両親は、行方不明になってから約6時間後の、6月14日午前2時頃、警察に捜索願いを出したんだぜ。本格的に事件の匂いがしてきたわね。優子さんは当時、ポケベルを持っていたんだ。ポケベルってあの？そう。1990年代に、若者の間で一大ブームとなった、テキストメッセージを相手に送ることができる通信端末のことだな。今は携帯電話があるけど、この時代はポケベルが主流だったんだぜ。そうなのね。それでどうなったの？優子さんの友人たちは、優子さんのポケベルにアクセスを試みたんだ。ただ、事件に巻き込まれた可能性があったから、自宅の電話番号を送ることは危険と判断して、どこにいるの？電話して、などメッセージだけ送ったんだ。犯人に伝わったら悪用されちゃうものね。ただ、とある友人だけが自宅の電話番号を入れ続けたんだぜ。え？それって大丈夫なのかな？なんと、優子さんが行方不明になった3日後の6月16日に、その友人の自宅に、無言電話が複数回かかってきたんだぜ。もしかして犯人から？電話相手は男性で、優子さんを駅まで送って別れた。優子さんに現金5万円を貸したから、その担保にポケベルをもらった。そして、その友人に会いたいと言ってきたんだ。絶対に怪しいわ。その友人は警察に通報して、優子さんの母親と一緒に、警察が周囲を包囲した状況で、男が指定した待ち合わせ場所に向かったんだ。いよいよ犯人かもしれない男と対面ね。だけど、男は現れなかったんだぜ。え？警察のことを感づいたのかしら？かもな。その5日後の6月25日に、その男から友人に電話があったんだ。なんて言ってきたの？その男は、ポケベルを返すから取りに来い、とバス停を指定したんだぜ。バス停に行くと、確かに優子さんのポケベルが置かれていたんだ。男はいたの？いなかったんだ。ええ？だけどその後、6月27日に男から、ポケベルは受け取ったか？と電話が来て、その電話を、警察が逆探知して公衆電話の前にいた男を逮捕したんだぜ。やっと捕まったのね。この逮捕された男は、松坂市茶屋町に住む、自称、露天商手伝い、40代の中年男性だ。この男は過去に性犯罪の前科があって、婦女暴行などの罪で、12年間の実刑判決から出所したばかりだったみたいだな。前科があるのね。じゃあ、優子さんも暴行されたの？過去の犯行は、女性を車で跳ねて転倒したところを襲って、暴行を働いたというものだったんだ。さらに、男のワゴン車の左前方には傷があって、ウィンカーのプラスチック部分が破損していたんだぜ。ふむふむ、そうなんだ。優子さんは友人に、白いワゴン車につけ回されて怖い、と話していたんだ。じゃあ、もともと優子さんを狙っていて、彼女を引いたってことじゃない。そして、6月13日午後8時30分頃、男の持つワゴン車と同一車種、同一色のワゴン車が、優子さんがいた公衆電話に、車を横付けしていた目撃情報も出たんだぜ。そうだったんだね。逮捕された男の名前は、戸根幸宏、当時48歳。当時の報道では、そう発表されたんだぜ。すごい名字ね。
なんと、男は逮捕から約3週間後の7月18日に証拠不十分で、処分保留で釈放されたんだ。え？あんなに証拠あったじゃない。ところで、処分保留って何？犯罪を行ったと疑われた人を、刑事裁判にかけることを、起訴、と言うんだが、証拠を収集した後に、起訴処分、か、不起訴処分、になるんだ。ほうほう、処分保留というのは、その被疑者の処分を決めないまま釈放することだな。え、なんで？被疑者を逮捕、拘留した場合には、そこから10日間のうちに起訴するか、身柄を解放するかの、どちらかを選択することになるんだが、起訴するのに必要な証拠が不十分な場合、判断を先送りにして一旦釈放するんだ。なるほど。ここで起訴しておけば、先送りにしただけだから、釈放後に起訴される可能性もあるけどな。男はなんて供述していたの？男は、ポケベルは拾った。女子高生に近づきたかったから、優子さんの友人に電話を何度もかけた、と供述していて、優子さんに関する犯行は、一切否定していたんだ。最初に、お金を貸したからポケベルをもらったって言ってたわよね。そうだな。言ってることが違うんだ。そして、その後は事件については完全に黙秘しだしたんだぜ。やましいことがあるから黙秘するのよ。さらに、ポケベルから男の指紋が出てこなくて、ゆうこさんがつけていた、ハローキティのキーホルダーが外されていたんだ。証拠が残るのを防いだのね。キーホルダーを外したのはなぜかしら。おそらく、男性がつけているには目立つし、キーホルダーには鈴がついていたから、音が鳴るのを嫌がったんじゃないか？と言われている。なるほど。そう考えると納得ね。それで、なんで釈放されたの？それは、最後までゆうこさんの行方がわからなかったことと、遺体も発見されず、当時持っていた自転車、カバンなどの、所持品の一切が発見されなかったからなんだぜ。そんな。実は、警察の取り調べでは証拠がたくさん出ていたんだ。どんなのが出てきたの？まず、一連の電話は全て同一人物によるもので、男の声紋と、ほぼ一致したんだ。さらに、男のポケットから優子さんのものと思われるハンカチが出てきて、逮捕時に、夏なのに手袋をしていたんだぜ。手袋をしていたから、ポケベルから指紋が出なかったのね。おそらくな。ハンカチは女性もので、優子さんの母親は、娘が持っていたものによく似ている、と言ったんだが、優子さんの指紋が出てこなかったんだ。決定的な証拠がなかったのね。いや、証拠はまだまだあるぞ。まだまだあるの？男の車から、優子さんの毛髪が100から200本も出てきて、さらには、優子さんのものと思われる衣服の繊維片と、優子さんのものと思われる緩和辞典が出てきたんだぜ。も、毛髪？決定的じゃない、無関係とは思えないわ。その緩和辞典には、優子さんの友人の連絡先がメモされてあって、6月13日以降の、伊勢二見鳥羽ラインの高速料金の領収書と、6月12日、15日、17日と頻繁に給油していた証拠が出てきたんだ。高速道路で優子さんをどこかへ運んだってことかしら。さらに、優子さんの通っていた学校の学生数十名に対して、北山優子さんはまだ学校にいる。もう帰った。などと、不審な声掛けをしていたんだぜ。そこまで証拠が出て、なんで逮捕されないのかしら。ここまで説明した通り、優子さん行方不明事件の真相は、間違いなくこの男が犯人だと、誰もが思っていたんだ。そうじゃないと、車から優子さんの毛髪等が出てくるわけないしな。そうよね。男は以前から優子さんに目をつけていて、犯行のチャンスを狙っていて、優子さんがバイト終わりに、公衆電話付近でワゴン車で引いた。その後、車に連れ込み暴行して、高速道路でどこかへ運んだんだろう。そう考えると辻褄が合うわよね。そして次の獲物に、優子さんの友人を狙ったんじゃないか。男は12年間の刑務所暮らしで、遺体が見つからずに自供しない限り、起訴されないことを学んだんだと考えられているぞ。そこまで計画していたなら怖すぎるわ。さらに、この男には、人権派の弁護士がついていたんだ。人権派弁護士って、人権派弁護士というのは、名前の通り人権問題に特化した弁護士のことだな。犯罪を犯した加害者はどうしても、社会的には批判を浴びて、人権面が軽視されがちなんだが、そういった人たちの人権を守る弁護士とも言えるな。事件の解決より、人権優先ってことね。さらに、この男が部落と呼ばれる被差別地域の出身だったために、警察も迂闊に手を出せなかったと、一部では考察されているな。関係あるのかしら？さらには、こんな意見もあるんだぜ。どんなの？三重県って行方不明事件が多いといった内容だ。そうなのかな？実際に、行方不明事件や失踪、未解決事件が多いんだ。怖いわね。山とか空き地が多いし、暗くて細い路地や、不良少女少年の溜まり場が多いみたいなんだ。まあ、
三重県に限った話ではないけどね。この事件は、テレビの、衝撃リポート世界の怪奇現象大追跡スペシャル、でも捜査されたんだ。どういった番組なの？この番組は、未解決事件や行方不明事件の家族たちが、探してほしい人物の情報を提供して、真相を探るプロジェクトといった番組なんだ。番組総出で探すのね。FBI 超能力捜査官と称する人物が登場して、その超能力によって行方不明者や、未確認生物等を捜査する場合もあるぞ。こういう番組って一時期よくやってたわよね。そうだな。ゆうこさんはどこに行ったのか、生きているのか。ゆうこさんのご両親は、藁にもすがる思いで番組に出演したんだ。少しでも進展すればよいわね。番組では、ゆうこさんの行方を霊視して捜査を行ったんだ。どうだったの？いろいろ手は尽くしたんだが、結局のところ何もわからなかったんだぜ。超能力でも見つからないなんて、どこ行っちゃったんだろうね。事件発生時は、不審な人物リストが作成されていたんだが、男はリストには上がっていなくて予想外の人物だったらしい。最初はそうだったのね。それだけに三重県警内でも、ゆうこさんの安否確認を最優先すべきという声と、男を逮捕して、取り調べの中で居場所を供述させるという声で対立したんだ。逮捕する派がかったってことね。そうだな。結果として男は黙秘して、釈放されてしまったわけだが、もう少し証拠を集めてから逮捕すれば、よかったという声も多かったんだぜ。まあ結果論よね。だけど、これだけ証拠が揃っていて、捕まえられなかったのは痛いよな。そうね。ここまでの状況なら、本来は固く捜査令状を取って、重要参考人である男の自宅を徹底的に調べ上げるべきなんだぜ。ゆうこさんが監禁されている可能性だってあるわよね。うむ。だけど警察はそこまで踏み切った行動はしなかったんだ。そう考えると恐ろしすぎるわ。北山ゆうこさん行方不明事件は、事件発生からもうすぐ25年が経つが、現在でも行方や居場所を知る人物は特定できていないんだ。もうそんなに経つのね。それでも毎年6月には、ゆうこさんのご両親が情報提供を呼びかけるために、ビラ配りなどを行っているんだぜ。絶対に風化させちゃいけないわ。それで何か進展はあったの？それが残念なことに、進展があったという情報はないんだ。なんてことなの？ゆうこさんの、部屋があった離れは老朽化が進んで、雨漏りがするようになっちゃったんだぜ。思い出が崩れていってしまうのは悲しいわね。だから、ゆうこさんの衣服や教科書などの、思い出の品、は、母屋にすべて移されたみたいだな。なら安心よ。ゆうこさんのご両親も、もう60代後半になってしまったんだ。今からでも早く解決してほしいわ。さらに三重県の松坂署員ら12人が、同行近くの JR 松坂駅で、情報提供を呼びかけたんだぜ。松坂署の方たちも諦めていないのね。当時17歳で、おかっぱ頭だったゆうこさんの顔写真や、身長150センチで、黒色の自転車に乗っていたことなどを記載したチラシを制作。マスクと一緒に、駅の利用者らに配ったんだ。24年も経っているから、なかなか情報が出てこないのね。悔しいわ。さらに、広報者から、事件を風化させるわけにはいかない。小さな情報でも良いので協力を、と訴えかけたんだぜ。そういえば、露天商の男はどうなったの？逮捕できなかったのは歯がゆいが、前科があるし、野放しにすると再犯する危険性が高いから、三重県警は、今でも男のマークは解いていないそうだぞ。マークしているだけでも、再犯防止にはつながるわよね。絶対に、同じような犯罪は起こしちゃダメよ。事件発生から約25年が経過したが、進展はない。仮に露天商の男が犯人だったとしても、新たな証拠が出ない限り、再逮捕は実現しないだろうな。一応警察がマークしているみたいだから、再犯は防いでほしいわ。確かにな。それだけは、起こしちゃいけないんだぜ。ゆうこさんのご両親の気持ちを考えると胸が痛いな。私もなんだか、いたたまれない気持ちになってきたわ。ただゆうこさんは、まだ遺体が発見されていないから、生きている可能性だってあるんだぜ。どこかで生きてくれているのを願うばかりね。情報提供も呼びかけているし、これから何か進展があるかもしれないしな。そうよね。さて、というわけで今回は、北山ゆうこさん行方不明事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。4歳の長男と裏庭で遊んでいたら姿を消した1歳児、小林正直ちゃん失踪事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。よく失踪事件って、誰も近くにいない状態とかで、いなくなってしまうことがあるけど、やっぱり近くに誰かいると失踪しにくいのかしらね。状況にもよるが、近くにいたにもかかわらず、失踪してしまったという事件はあるぜ。
近くにいたのにいなくなってしまったの？ああ、今回は小林雅奈緒ちゃん失踪事件について解説していこうと思うぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。この事件が起きたのは、2001年10月25日だった。当時1歳10ヶ月だった小林雅奈緒ちゃんが、行方不明になったんだ。かなり幼い子が行方不明になったのね。当時はどんな状況だったの？まず雅奈緒ちゃんは、岡山県岡山市で、自営業を営む男性の家で生まれた次男だ。本来は両親と暮らしてるみたいなんだが、事件当時は母親が体調を崩して、約2週間前から入院してたことで、同じく岡山県内にある歌謡町の祖父母の家に、当時4歳だった長男と共に預けられてたらしい。お母さんの調子が優れないから、そっちの家に預けられてたのね。祖父母宅に預けられてた雅奈緒ちゃんだが、事件が起きたと思われる午前10時過ぎから30分の間、4歳の長男と一緒に裏庭で遊んでたんだ。二人ともまだ幼いし、子供たちだけで遊ばせるのは少し不安だわ。この時5から10メートルほどの距離で、祖母が2匹の飼い犬を連れて小豆を取ってたんだ。だから子供たち二人だけというわけじゃなかったぜ。さすがに二人っきりというわけではないのね。でもそれくらいの距離だったら、何かあった時にすぐに助けが呼べそうね。それが、祖母が午前10時過ぎに、雅奈緒ちゃんの姿を確認して、5分から10分後にもう一度顔を上げると、雅奈緒ちゃんの姿が消えていたんだ。周囲を探したらしいんだが、結局どこにも見当たらなかった。5分から10分の間にいなくなってしまったのね。小さい子だからそこまで遠くには行けないと思うけど、でもそれくらいの時間なら目を離した隙に、その場から離れることは可能ではあるわね。こうして雅奈緒ちゃんは忽然と、姿を消してしまったんだが、午前10時30分頃に通報を受けた警察官が、祖父母宅の周辺を捜索したんだ。通報自体はすぐにされたのね。それで何か雅奈緒ちゃんに繋がる痕跡とかは見つかったの？それが、全く何も見つからなかったんだ。事故にあったりしたのであれば何らかの痕跡が、必ず残るはずなんだが、そういった痕跡も発見されなかったんだ。だとすると、何か事故にあった、というわけではないのかもね。そういえば犬を2匹飼っているって話だったけど、その犬は何か反応したりしなかったのかしら。残念ながら、犬は雅奈緒ちゃんが、失踪した時間帯に吠えたりはしなかったみたいなんだ。犬の性格にもよるとは思うんだが、もし不審者や知らない人間が、敷地内に入ってきたら吠えてるはずだぜ。そうよね。おとなしい犬だとしても、自分の縄張りに、入られるのは嫌がるはずでしょうし、少なくとも何かしらの反応はしそうよね。それと、祖父母宅は山林の裾に広がる。畑の中に立つ一軒家で、周辺の地形は、大人でも登り降りするのが大変な急勾配な場所なんだ。じゃあ雅奈緒ちゃんが一人でどこかに行くのは、難しいかもしれないわね。大人でも移動が大変な場所みたいだし、1歳10ヶ月の子には多分無理だわ。とはいえ、逆に言えば事故が起こりやすい場所ではある。それもあって警察と地域の住人で周辺の草を、すべて刈り取ったり、周辺の納屋内や用水路、マンホール内なども捜索されたんだ。どこかに隠れたり転落してるかもしれないものね。今度は何か見つかったりしたのかしら。残念ながら今回も何も発見されなかったんだ。雅奈緒ちゃんだけでなく、痕跡も遺留品も何一つ発見できなかった。じゃあ事故ではないのかしら。もしかすると誰かが何らかの方法で誘拐したとか、警察もその可能性を考えたらしく、誘拐も視野に入れて捜査しているんだ。誘拐だとすると、車とかを使ってそうよね。まだ1歳10ヶ月だったとはいえ、祖母や犬に気づかれずに誘拐するのは難しそうだし、そこが少し奇妙なんだ。警察の捜査によると現場の地域の車通りは少なくて、25日の午前中に付近を通過した自動車は、2台しかなかったそうなんだ。かなり少ないと思うけど、それならその2台に絞って、捜査をすればいいんじゃないの？もちろん警察もその2台について、捜査したみたいなんだが、どの車両からも事件や事故との関連性がある、証拠は発見されなかったんだ。でも車でも使わないと誘拐できないわよね。そういえばこの事件では、警察犬とかは動員されてないの？こういう事件ではよく使われると思うんだけど、もちろん警察犬も捜索に投入されてるんだ。ただ、祖父母宅の裏庭から町道に出てすぐのところで、警察犬は匂いを見失ってしまったらしい。つまり雅奈緒ちゃんの匂いはそこで途絶えてしまってるんだ。匂いを追跡できなくなったの？ああ、警察犬が匂いを追跡できなくなったということは、そこで匂いそのものが完全に途切れたか、あるいは匂いが複数方向に分かれてるかだ。いずれにしても雅奈緒ちゃんが自分で歩いて、迷子になったなら立ち止まらないはずだぜ。何が起こったのか全然わからないわね。
実はこの事件は何度かテレビとかでも取り上げられてて、海外の霊能力者による霊視などが行われてるんだ。疑うのは申し訳ないんだけど、ああいうのって実際に当たったりするものなのかしら？真偽はわからないが、まず2003年4月14日に放送されたテレビ朝日の奇跡の扉テレビの力では、ルイック・ライサ氏が霊視をしてるんだ。ライサさんはどう言ってたの？祖父母宅から見て北西に200キロ離れた場所である島根県松戸市か島根県新地町あたりにいるって話したらしい。その人だけの見解だと何とも言えないわね。ライサ氏だけでなく、同じ番組でエド・デイムズ氏とアーロン・ダナヒュー氏も投資をしてるんだ。その二人によると、祖父母宅からそこまで遠くない場所にいるらしい。それじゃあ最初のライサさんの意見とは全然違うわね。その時点で意見が食い違ってるんだが、2004年1月17日に放送された日本テレビの FBI 超能力捜査官号では、ジョー・マクモニーグル氏が投資したんだ。他の番組でも投資はされてたのね。その人はどんな意見を出したの？マサナオちゃんは岡山県倉敷市内にいると投資したんだ。マサナオちゃんが失踪したのも岡山県だったけど、その人によると同じ岡山県内にいるのね。それと2004年12月25日に放送された日本テレビの世界の怪奇現象大追跡スペシャル4では、ローリー・マッコーリー氏が岡山県玉野市にいると投資してるぜ。その人も岡山県内って言ってるのね。実際それで何か発見されたりしたのかしら？警察がそれを受けてどう動いたのかとかは不明なんだが、いくらなんでも場所がばらけすぎてるから、捜査としてはあまり役に立たなかったかもしれないな。どうしても科学的根拠があるわけでもないし、意見が違いすぎてるから捜査しにくいでしょうしね。何か痕跡が一つでも発見されれば信頼できるんでしょうけど、あまりにも痕跡がなく未だに発見されてないマサナオちゃんだが、ここで当時のマサナオちゃんがどういった子だったのかを紹介していくぜ。事件からかなり経ってはいるけど、何か特徴とかがあれば見えてくるものもあるかもしれないわね。まず失踪当時の服装だが、白色長袖トレーナー、キルティングの水色チョッキ、サイドに白ラインが2本入った茶色ズボン、マジックテープ式の赤と緑の縁取りが入った白色運動靴だったそうだ。服装自体は別に変わったところはないわね。それくらいの年の子が着てても全然違和感がない服装だわ。次に身体的特徴だが、身長は約 83.5 センチで体重は約14キロ。体型は小太りで丸顔、そして頭髪は長髪だったらしい。男の子と考えると、長髪っていうのは、少し目立つかもしれないわね。ただ、その当時の写真そのものがあるわけじゃないから、長髪っていうのも、どれほどの長さを指してるのかがわからないな。人によってそのあたりの認識は違うでしょうし、髪型はあまり当てにならないのかもしれないわ。それ以外の特徴としては、まずよちよち歩きっていうのがあるな。マサナオちゃんは当時1歳10ヶ月だったみたいだし、それくらいの年の子ならまだ歩き方が、おぼつかなくても仕方ないわよね。ああ、自力で歩くのもおぼつかないほどだった。って話もあるぜ。それなら一人で遠くまで行くのは難しそうね。体力だってまだほとんどないでしょうし。次に性格だが、マサナオちゃんは、人懐っこい性格をしていたらしい。どれくらい人懐っこい子なのかによるかもしれないけど、知らない人相手にも積極的に近づいていく子だったら、警戒心も薄いから誘拐しやすいかもしれないわね。それともう一つ公開されてる情報によると、マサナオちゃんは動物好きなんだそうだ。現場は結構自然が豊かな場所みたいだし、マサナオちゃんが興味を持ちそうな動物が生息してそうな環境ね。ああ、仮に誘拐じゃないとしても、マサナオちゃんが自発的に動く理由が存在する環境だったのは確かだと思われる。だけど途中までは警察犬が追跡できてたみたいだし、一人で動いて迷子になったりしたなら、すぐに見つかるんじゃないかと思うわ。ここからは、ネット上の意見や類似した事件などから、何が起こったのかを少し考えてみるぜ。類似した事件があるの？前に複数の奇妙な失踪事件を解説したと思うんだが、今回の事件はそこで解説した。境でタケノコ掘り女児行方不明事件に、似てる部分があるんだ。確か、家族でタケノコ掘りりに来てた、大西結城ちゃんが行方不明になった事件だったわね。ああ、結城ちゃんは失踪当時5歳だったんだが、彼女も警察犬が途中で立ち止まったりして、追跡に失敗してるんだ。そういえばあの事件も未解決だったわ。あの時に話したことであるんだが、警察犬の嗅覚による追跡を振り切るのは、ほぼ不可能に近いと言われてるんだ。強烈な匂いがするもので対象を包んでも、警察犬には簡単に見つかってしまうって話だったわね。そこで結城ちゃんに何があったのかを、少し考察していたんだが、今回の事件もやや似てる部分があるんだ。
周りは結構、自然が豊かな場所って部分は似てるわね。まずネット上でも一番考察されてるのが、人の手による誘拐なんだ。でもマサナオちゃんの事件だと、不審な車とかは確認されてないんでしょ？当時通ってた2台の車を調べても、痕跡とかはなかったみたいだし。確かにそうなんだが、犬の追跡を、振り切れる方法として人間ができるのは、車などに乗ることなんだ。一度そこで匂いがカットされた状態になると、警察犬は追跡できなくなってしまう。でも犬ってかなり嗅覚が鋭いし、隙間とかから漏れ出た匂いを感知したりできないの？そう思うかもしれないが、そもそも人間自体がそこまで匂いが、強いわけじゃないんだ。例えば香水とか、つけてるならまだしも、普通はそんなに強くないんだぜ。じゃあ密閉された空間に、行ってしまうと途切れてしまうのね。それに人間の衣服や靴の匂いは、短時間で空気と混ざってしまうんだ。さらに雨が降ったりすれば当然匂いは乱れるし、人間の匂いは割と簡単に消えがちなんだぜ。そうだったのね。それなら今回の事件も、やっぱり車とかで誘拐したのかしら。誘拐だった場合はそうなるな。それに犯人が複数人だった場合も、警察犬は戸惑って立ち止まることがあるみたいだから、そういった形なら誘拐もありえなくはない。ただ、それだと現場を通った2台の車の、どっちかが怪しいってことになるのよね。でも警察の捜査によると何も痕跡はなかったんでしょ？ああ、痕跡を完全に消すのはかなり難しいから、誰も気づいてなかっただけで、他にも車がいた可能性もあるけどな。あまり現実的じゃないけど、可能性としてはあるって感じね。そしてもう一つ考えられるのは、大型の猛禽類による誘拐だ。前の解説の時に言ってたわね。でも本当にそんなことってあり得るのかしら？その手の動画とかを見たりしたけど、結局未遂に終わってたわよ。そう思うかもしれないが、アメリカでは、8歳の少年がワシに上空まで持ち上げられ、そこから離されたことで墜落死したっていう、事例があるんだ。もちろんそれは一例で、それ以外にもいくつも報告されてる。そうなの。でもそれはアメリカの話なんでしょ？日本でもそんなことってあるのかしら？それが日本でも1894年12月中旬に、広島県三次郡三次町に現れた大型のワシが、子供を連れ去って、そのまま行方不明になった事件があったんだ。これは新聞にも記録されてて、それによると犬を襲って捕食したり、民家で赤ん坊を連れ去ろうともしてたそうだ。じゃあ実際にマサナオちゃんに何があったのかは、わからないけど、可能性としては、十分にあり得るってこと？ああ、8歳の少年ですら上空まで、持ち上げられてしまうんだ。それが1歳10ヶ月の子だったら、もっと簡単に連れ去られてもおかしくはないと思うぜ。でもそれはあくまで憶測なんでしょ？もちろん憶測だから実際は違うかもしれないが、過去に実際に起こってる事例でもあり、マサナオちゃんは動物が好きだったって話だから、幼さも手伝って危険性を認識できずに、連れ去られた可能性はゼロじゃないんだぜ。何か痕跡とか目撃情報とかがあれば、何があったのかがわかりそうだけど、これまでの事件と違って、あまりにも情報が少なすぎるわね。そうだな。だからこそ警察も捜査がなかなか、進められないのかもしれないな。ただはっきりしてるのは、長男や祖母が、目を離した隙にマサナオちゃんは、失踪してしまったってことなんだ。ええ、飼われてる犬たちも全然吠えたりしなかったみたいだし、本当に誰にも気づかれずに失踪してしまったのね。以上が小林マサナオちゃん失踪事件だ。どうだった？証拠も痕跡も何もないのがすごく怖いわ。マサナオちゃん本人がまだ幼い子だから、下手をすると自分が危険な状態にあったって、気づいてなかった可能性だってあるし。まだ1歳10ヶ月だからな。これからいろんなことを学んで自我などが、目覚めていく頃だから、まだ危険なものとかを、正しく判断できなかったのかもしれない。もしマサナオちゃんが存命なら、21歳か22歳くらいになるのよね。せめて発見だけはされてほしいわ。ああ、それで何があったのかがわかれば、似た事例を減らすこともできるようになるかもしれないからな。今のままだとご家族も辛いままでしょうしね。というわけで、今回は小林マサナオちゃん失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。青年が骨年と姿を消して48年。未だ、認定されず、大沢隆さん失踪事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。失踪事件の中身は北朝鮮に拉致されたんじゃないかって、事件もあるみたいだけど、実際にどれくらいの失踪者が拉致によるものなのかしら。難しい話だな。明確に拉致だとされているものもあるが、基本的には現場や状況、その他証言などから、そうなんじゃないかって言われてるのがほとんどだ。
じゃあ拉致の可能性があるってだけで、実際にはどうかわからない事件もあるってこと？ああ、中には拉致の可能性が高いとされているものの、政府には認められてない事件もあるからな。認められてないってことは正確な証拠がないってことかしら。じゃあ今回は、大沢隆さん失踪事件を解説していくとしよう。それじゃあ、ゆっくりしてってね。この事件は1974年2月24日に起こったもので、新潟県佐渡の内事務所で勤務していた、当時27歳の大沢隆さんが失踪したというものだ。大沢さんは農地事務所に勤務してたって話だけど、住んでるところはどこだったの？大沢さんは独身寮に入ってたらしく、新潟県佐渡郡新保村に住んでたみたいだ。独身寮に住んでたならご家族とは離れて暮らしてたのね。ああ、まず失踪当日、大沢さんは寮から500メートル離れた焼肉屋で、夕食を済ませた後、夜8時頃に店を出た姿が確認されてる。その後に失踪したの？いや、大沢さんは店を出た後に知り合いのいるタバコ屋に寄ってるんだ。これは趣味でやってた猟銃の期間が終わったから、猟友会役員であるタバコ屋の主人に許可証を返納するためだったんだ。もしかして大沢さんが外食をしてたのは、そのついでだったのかしら？そこまではわからない。ただ、少なくともこの段階では大沢さんの姿は確認されてて、店先でそこの奥さんに免許を返納してるんだ。その後に大沢さんは失踪してしまった。じゃあタバコ屋の知り合いと話した後、寮に帰る途中で何かの事件に巻き込まれてしまったのかしら？ここで失踪した大沢さんについて少し話しておこう。大沢さんは農地事務所に勤務してたって話したが、この事務所には当時50から60人が勤務してて、そのうちの15から20人程度が本土から単身赴任できてる人だった。大沢さんはどっちに含まれてるの？大沢さんは今でいう新潟市西蒲区出身の単身赴任組だった。船の中で大沢さんと会話したっていう、同僚からの証言も出てるしな。その同僚の人からは何か有力な情報は手に入らなかったの？大沢さんが何かに思い悩んでるような様子があったとか、その元同僚によると、失踪の2から3日前、一緒の船で新潟から帰ってきた。船中では飲む話、食べる話などをしていて、自殺や失踪の素振りは全くなかった、らしい。特にそういった様子はなかったのね。単身赴任が嫌で失踪したんじゃないかと思ったけど、それは関係なさそうだわ。おそらくそれは関係ない。事件当日も大沢さんは隣町である金井町で、木彫りの仏像を買ってたみたいなんだ。生活に悩んでるって感じではないわね。猟銃の趣味もあって、隣町に仏像を買いに出かけるだけの元気もあるみたいだし。ここからは事件の捜査について話していくぞ。まず失踪の翌々日、大沢さんの兄である正一さんがフェリーで佐渡に渡ってきた。これは警察からの連絡を受けての行動だった。自分の家族が突然失踪したかもしれないって、聞かされたら当然そうすると思うわ。そして正一さんが来た翌日に捜索が始まった。この捜索には警察だけでなく、勤務先の全職員、近隣の村の人たち、消防団などが参加したそうだ。それだけの人たちが協力してくれたってことは、相当な大人数での捜索になったんじゃないの？ああ、200から300人体制での大規模な捜索になった。しかしそれだけの人数で島内くまなく捜索したにもかかわらず、大沢さんの行方はわかってないんだ。大規模な捜索がされてるのに発見はされなかったのね。そういえば大沢さんが暮らしてた独身寮の方はどうだったの？何か事件にまつわる遺留品とかが見つかりそうだけど、もちろん寮の方も捜査が入ってるんだが、部屋からは現金、通帳、衣類、大沢さんが使ってたカメラが発見されてるんだ。部屋から何かを持ち出した感じはなかったらしい。もし自分で意図的に失踪したなら現金や通帳は持っていく可能性が高いでしょうし、事件前の様子とかを見ても大沢さんが、自分から失踪したって感じではなさそうね。ああ、結局大沢さんが消えた理由も痕跡も発見されなかったんだが、いくつか事件に関係しているものとおぼしきものが見つかってるんだ。何が見つかったの？まず、大沢さんがタバコ屋に寄って免許を返納した後なんだが、その際に不審な人物が複数人目撃されてるんだ。犯人かもしれない人がいたってこと？大沢さんがタバコ屋を出るのと前後して、店に入ろうとしたはずが入らずに急いで走り去った。2から3人の男が目撃されてるんだ。なんだか怪しいわね。入ろうとしたのに入らずに走り去るなんて、普通の行動じゃない気がするわ。しかもそれだけじゃなく、その直後にブレーキか急発進かはわからないんだが、タイヤのきしむ音が聞こえたっていう情報があったみたいなんだ。大沢さんを追おうとしてたのか、あるいはすでに大沢さんを車の中に引っ張り込んだ後だったのかしら。普通は急いでてもそんな風に急発進とか急ブレーキをすることはそんなにないし、
もしかしてそれが理由で北朝鮮に拉致されたんじゃないかって言われてるの？それだけじゃなくて、大沢さんの寮の近くに、北朝鮮製とおぼしきマッチが落ちてたそうなんだ。北朝鮮で作られてるマッチが日本に落ちてるってだけでも珍しいけど、それが失踪した人の寮の近くでってなると拉致の可能性がかなり高くなるわね。霊夢が言う通り、寮の近くに北朝鮮製のマッチが落ちてたことで、拉致の可能性が高まった。大沢さんが勤務してた農地事務所でも、あれは北朝鮮にやられたのではないか、って持ちきりだったらしい。やっぱりそう考えるわよね。でも最初にしてた話の感じだと、まだ大沢さんが北朝鮮に拉致されたのかどうかは、確定してないのよね。少なくとも北朝鮮はこの事件への関与は認めてないし、何より日本政府にも北朝鮮による拉致だと認められてないんだ。どうして認められてないの？確かに決定的な証拠がないとはいえ、状況証拠はあるんだから可能性として考えられると思うんだけど、政府がどうしてそれを認めようとしないのかは不明だが、少なくとも現段階で拉致認定されてるのは17人だけなんだ。兄の正一さんはこの事件のことをどう思ってるの？正一さんは当初は北朝鮮による拉致だとは考えてなかったらしい。だが2003年9月に北朝鮮による拉致被害者帰国を知ったことで、自分の弟も同じように拉致されたんじゃないかと考えたそうだ。じゃあ正一さんは何か別の理由で失踪したものだと考えてたのね。正一さんは、その頃はまだ、拉致、という言葉さえ、誰も思いつかない時代でした、と語ってるからな。人を拉致するっていうこと自体が考えられない時代だったんだ。ご家族としては想像もつかなかったでしょうね。特に新潟県佐渡群馬の町で、拉致された曽我ひとみさんの事件が判明したのが大きかったらしい。その際の平山県知事の、新保で失踪した大沢隆さんも拉致に間違いない、って言葉で勇気づけられたそうだ。新潟県佐渡郡って、大沢さんが失踪した地域と同じじゃない。ああ、曽我さんは母親と一緒に拉致された方なんだが、曽我さんが帰国したことで大沢さんが拉致された可能性がより現実的になったんだ。それならますます政府が動かないといけないじゃない。きっと大沢さんだけじゃなくて、それ以外の失踪者の方の中にも拉致された人がいるはずよ。未だに消息がわかってない大沢さんだが、兄である正一さんは、今でも弟が拉致されたことを認めさせるために活動を続けてるんだ。そりゃ諦めきれないし、私だって同じ立場ならそうするわよ。それで進展の方はどんな感じなの？最近の活動を2つ紹介しよう。1年前の2021年5月7日、スクー会新潟、と、大沢隆さんと再会を果たす会、のメンバーが、新潟市の中原弥一市長と新潟市議会の佐藤豊美議長に、拉致問題の解決に向けた取り組み強化を求める要望書を手渡したんだ。いきなり日本政府に要望書を出すんじゃなくて、まずは新潟県に提出したのね。確かに直接政府に意見や要望を言うよりも効果的だと思うわ。それまでも色々と活動はしてたみたいなんだが、この時期はちょうど霊能ウイルスで社会が大変なことになってた時期だった。それもあってスクー会新潟の高橋正会長は、新型コロナの関係で拉致問題が風化、忘れられていくような印象がある。しかし拉致問題は大きな問題だが、横田めぐみさんのお父さんである、しげるさんは昨年亡くなった。こうした中で新潟県、特に新潟市の市長さんには、市長会で拉致問題を取り上げて要望してもらいたい。と語ってるぜ。どうしても社会的に大きな事件があると他の事件が、話題にならなくなってしまうことってあるものね。人が一人いなくなってるのに、それが忘れ去られたままになってしまうのは私も良くないと思うわ。それで結果はどうだったの？実際に市長や議長がどんな行動に移ったのかは不明だが、少なくとも政府からは大沢さんは拉致被害者の一人に認定してもらえなかった。政治って色々と大変だからパッと決めるわけにはいかないんでしょうけど、どうにかして認めてもらえないかって思ってしまうわね。それもあって今度は2022年1月14日に同じ市長と議長に大沢隆さんと再会を果たす会が拉致を認定する要望書を提出したんだ。正一さんからすれば前に出した要望書が通らなかった形になるわけだしね。ああ、正一さんは現状を政府と北朝鮮の交渉のテーブルにも載せてもらえていない、と語ってて、この提出の際には他の特定失踪者についても言及したんだ。今回は大沢さんの事件を取り上げてるけど、同じように拉致されたのかもしれないのに拉致認定がされてない、失踪者の人だっているわけだものね。そして改めて大沢さんが拉致された当時の状況についての説明を行ったんだ。そこで正一さんは弟の隆さんが、農地整備を手伝ってほしいと頼まれたが、現場が日本ではなさそうで困っている、と知人たちへ相談してたという話もしたらしい。そんなことがあったの？その話が本当なら大沢さんは事件前に誰かから、
コンタクトを取られてたってことになるわよ。いろいろと調べてみたんだが、このエピソードについての情報に触れてるところは少ないんだ。翔一さんが言ってるわけだから嘘じゃないと思うんだが、ソースが少ないからあえてここで触れさせてもらったぜ。そうだったのね。大沢さんは農地事務所で勤務してたみたいだし、そういった知識は豊富だろうからそこにつけ込まれたのかしら。何が目的で拉致されたのかはわからないな。単に工作員として利用するためなのか、背乗りが目的なのか、理由はいろいろ考えられると思う。目的はわからないけど、そういった話があるなら動いてもらえそうな気がするわ。翔一さんとしても県の方から動いてもらえれば心強いでしょうし。ああ、翔一さんはこれまでに、何度も政府へ直接要望も出してるみたいなんだが、あまり効果はなかったらしい。そのことについて翔一さんは、政府は固くなに現在の17人から、拉致被害者の認定を増やそうとしない。東京で政府へ要請していたが、ずっと聞き流しの状態だった。今回は地元でもう一度、話を聞いてもらって、全国へ広げていけたら、と語ってるぜ。やっぱり政府を動かすには大勢の人がそれを望んでるんだってことを、証明しないといけないのかしらね。国としても国家間の問題になるから大きく動けないというのもあるかもしれないな。だが現場の状況や過去の事例などから、大沢さんが北朝鮮に拉致された可能性は非常に高いとされてる。そうね。さっき話に出た曽我さんも大沢さんと同じ地域に住んでて、拉致された人だったし、これを拉致以外の失踪って考えるのは少し難しいと思うわ。以上が、大沢隆さん失踪事件、だ。タバコ屋付近で目撃された怪しい人物たちに北朝鮮製のマッチ、どれも北朝鮮による拉致の可能性を強く思わせる証拠だったわね。ああ、大沢さんが赴任してた佐渡島は沖に浮かぶ島だし、位置的にも北朝鮮の工作員が来やすい位置でもある。曽我さんの件も含めて、やはり北朝鮮による拉致が濃厚だと思うぜ。でも今のままだと普通の失踪事件として処理されてしまいそうで不安だわ。一応いろんな会が動いてくれてはいるみたいだけど、それでも最終的に拉致認定を下すのは政府だし、未だに正式に認定されてるのは17人だけだからな。このまま大沢さんだけでなく他の人たちまで普通の失踪として、処理されるのだけは避けなくちゃいけない。こういった事件を風化させないためにはどうすればいいのかしら。私たちにできることはとにかく声を上げ続けることだ。翔一さんは今年で86歳になられるそうだが、それでも精力的に活動を続けてる。まずは政府に拉致認定をしてもらえるように働きかけるのが一番重要だ。そうね。拉致認定さえされれば、日朝の交渉の場で取り上げてもらえるわけだものね。ああ。まずはその場に持ち込めるようにしないとこの事件は解決しない。それに同じように拉致被害者の方々を助けて、これ以上の被害を出さないようにするためにも重要なことだ。大沢さんや他の拉致被害者の方々の事件も解決して明るみになってほしいわね。というわけで、今回は、大沢隆さん失踪事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。これはまさか人間の仕業？タケノコ掘り5歳女児行方不明事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。春も近づいてきて桜も咲いてきたことだし、ピクニックにでも行きたいな。ピクニックか。春のピクニックは楽しいけど、花粉症には辛いよな。もしかして、マリサは花粉症？ああ、なかなか重い花粉症だぜ。だから、山にピクニックに行ったら大変なことになるぞ。山桜見たかったのに。それに、山は神隠しに合いそうで怖いしな。え？神隠し？そんなの信じてるの？神隠しとしか思えない事件って実際に起きてるんだぜ。例えば、2005年に起きた事件とかだな。どんな事件？この事件では、タケノコ掘りに参加した5歳の女の子が行方不明になったんだ。その子は発見されたの？もっと詳しく教えて。それじゃタケノコ掘り女児行方不明事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。その事件が発生したのは、2005年4月29日だったんだ。場所は香川県坂出市。事件当日、行方不明となった大西祐希ちゃんは、坂出市の五色台ビジターセンターで、タケノコ掘りのイベントに参加していたんだ。タケノコ掘り、楽しそうなイベントね。本来は楽しいイベントの思い出として終わるはずだったんだが、行方不明になっちゃったのよね。うむ。当時、祐希ちゃんは、母親と姉と一緒にイベントに参加していたんだ。イベントには60人ほどの人たちが参加していて、おのおの楽しんでいたんだぜ。そんな中で、祐希ちゃんがいなくなっちゃったの？そう、突然姿を消してしまったんだ。当日、祐希ちゃんは13時頃から、母親と姉と一緒にタケノコ掘りを始めたんだ。
その後、13時40分頃にもう一本取ってくるとだけ言い残して、竹林の奥へ一人で行ってしまったんだぜ。5歳の子が一人で、誰か止めなかったのかしら。きっと、参加者が多かったから大丈夫だと思ったんだろ。そして、集合時間の14時を迎えても、ゆうきちゃんは戻ってこなかったんだ。竹林に行ったまま帰ってこなかったんだね。うん。集合時間になっても戻ってこないことで、異変に気づいた母親と姉は、イベントに参加している他の参加者と近くを捜索したものの、ゆうきちゃんは見つからなかったんだぜ。そして集合時間から1時間後の15時に、五色台ビジターセンターから、警察に女児が行方不明になったと連絡が入ったんだ。15時45分、警察と共に母親、姉、その他の参加者が、近くの池や山林を捜索したものの、ゆうきちゃんを発見することはできなかったんだ。ゆうきちゃん、どこに消えちゃったんだろう。そして17時、地元の消防団が到着し、警察と消防団による本格的な捜索が開始されたんだ。そこまでしたのに見つからなかったの？うん。ゆうきちゃんの行方に関する、遺留品の一つすら見つからなかったんだぜ。捜索の際、ゆうきちゃんを目撃した女子中学生に、情報を聞くことができたんだが、その目撃情報では、ゆうきちゃんが遊歩道を横切っていた、ということしかわからなかったんだ。発見のための大きなヒントにはならなかったってわけね。そうだな。捜索は、地元警察や消防団を中心に、延べ3000人が動員されてかなり大規模なものだったんだ。タケノコ掘りのイベントが行われた竹林や、近くにある池の中も調べられたんだぜ。それだけの規模で捜索しても発見できなかったなんて、本当に謎だね。そして、その後に行われた警察犬を使った捜索で、新たな謎が生まれたんだぜ。な、謎？警察は、ゆうきちゃんが持っていた水筒の匂いを頼りに、警察犬を使って捜索を行っていたんだ。女子中学生の証言で出てきた、ゆうきちゃんが横切ったとされる遊歩道から、少し外れた場所で、警察犬が足を止めて動かなくなってしまったんだ。警察犬が動かないって、どういうこと？その場所で匂いが途切れてしまったってことだぜ。でも、行方不明になったんだから、遊歩道を横切ってそこから移動したはずじゃない？普通に考えたらそうだな。でも、その翌日に別の警察犬4匹を投入して捜索を続けたんだが、その4匹も、前日と同じ場所で足を止めてしまったんだぜ。やっぱりそこで匂いが途切れちゃってたんだね。その警察犬が止まった場所って、どんなところだったの？警察犬が止まった場所は、池の前だったんだ。もしかして、ゆうきちゃんはその池に、関係者もその可能性を考えたんだぜ。池はダンベ池と呼ばれる水深3メートルの池だったんだ。もしかしたら、ゆうきちゃんがそこで足を滑らせて、溺れて沈んでしまったのではないかと考えた関係者は、池の水を抜いて捜索を行ったんだぜ。で、どうだったの？不思議なことに、ゆうきちゃんの発見は愚か、彼女の行方に関するものは何一つ見つからなかったんだ。もう、何がなんだか。一体、どこに行っちゃったの？ゆうきちゃんが行方不明になった真相については、いくつかの説が考えられたんだ。それじゃあ、この事件に関する考察を一つずつ解説していくぜ。まず、犯人はイヌワシだという説だ。イヌワシ？何それ？大型のワシの一種だぜ。ワシが子供を連れ去るなんてできるの？イヌワシなら、小さい女の子を持ち運ぶくらい簡単なことだぞ。なんでも、イヌワシの体重の約半分は筋肉でできていて、獲物を捕らえるための足は、かなり筋肉が発達しているんだ。と入っても、人間の子供だよ。小動物みたいに軽くないし。いや、イヌワシの握力は 100kg 近いとも言われているんだぜ。それに亜種のイヌワシの場合は、山岳部に生息するヤギや子羊を狙うこともあるんだ。そんな力があるの？実際に、イヌワシが2、3歳くらいの人間の子供を、持ち上げた事例もあるし、子鹿を掴んだイヌワシが飛んでいる姿が目撃されたこともあるんだぜ。へぇ。それなら、イヌワシが犯人かもって説も頷けるわ。その場で警察犬が止まったということから考えても、ゆうきちゃんに関する摩擦臭が、そこで途絶えたということに違いないんだ。摩擦臭？初めて聞く単語だわ。摩擦臭というのは、地面と靴が接触することで、発生する匂いのことなんだぜ。人間の嗅覚では感じ取れないけど、犬の嗅覚だと感じ取れる匂いなんだ。だから、警察犬はそれを頼りに行方不明者を探すんだ。警察犬ってそうやって人を探すのね。ゆうきちゃんの捜索でも、警察犬が摩擦臭を追っていたんだが、さっき説明した通り、遊歩道を外れた池の前で摩擦臭が消えていたことが謎だったんだ。でも池を探しても見つからなかったんでしょ？
誰かがその場所からゆうきちゃんを抱えて連れ去ったとか？いや、そうだったとしても摩擦臭が消えたことと、辻褄が合わないんだ。え？でも、抱きかかえられたら、ゆうきちゃんの靴は地面から離れるじゃん。うん、確かにゆうきちゃんの靴の摩擦臭はなくなるぞ。でも、ゆうきちゃんを抱えた犯人の摩擦臭は残るはずなんだぜ。ああ、なるほど。だから、摩擦臭が途切れたということは、ヘリコプターか何かで、上空に吊り上げられたとしか考えられないんだ。でも、小さい女の子を誘拐するために、ヘリコプターを使うなんて現実的じゃないわよ。そうだな。それに当時、ヘリコプターの目撃情報は一切なかったんだぜ。そうなると、やっぱりわし、かもしれないな。摩擦臭が途切れた謎を検証するために、あるテレビ番組で実験が行われたんだ。実験？どんな？専門家の監修のもとで行われたその実験では、ある広場で、女の子を A 地点から B 地点まで歩かせて、女の子が B 地点まで来た時に、そこで待っていた男性が女の子を抱え上げるんだ。そうなると、B 地点で女の子の摩擦臭は途切れることになるよね。うむ。そして、女の子を抱えた男性は、そのまま C 地点へ移動したんだ。さっきの説明通りなら、B 地点から C 地点までは、男性の摩擦臭が残ってるはずだよね。そうだな。そこで、女の子の一連の移動経路を警察犬に追わせてみたんだ。すると警察犬は、まず A 地点から B 地点まで正確に追跡したんだ。そこまでは女の子の摩擦臭が残ってるもんね。そう、A 地点から B 地点までは、女の子自身が足をつけて歩いたから、警察犬が追跡できるのは当然なんだぜ。じゃあ、女の子が男性に抱えられた B 地点からはどうなったの？警察犬は B 地点以降も、C 地点までの女の子の移動経路を、正確に追跡できたんだ。実験でそういう結果になったのなら、ゆうきちゃんは誰かに抱きかかえられて連れ去られたわけではないのね。そうかもしれないな。でも、摩擦臭が消えたことに関して、他の説もあるんだぜ。え？どんな説？ゆうきちゃんの摩擦臭がその地点で消えたのではなく、その地点で、大人数が捜索を行って踏み荒らしたために、摩擦臭が多すぎたんじゃないかという説だ。どういうこと？摩擦臭が多すぎるとどうなるの？事件当日、現場となった竹林では、3000人も動員された大規模な捜査が行われていたんだ。うんうん。現場は大勢の捜索者で、1時間以上の間踏み荒らされた状態だったんだ。仮にゆうきちゃんの摩擦臭が消えた地点で、何者かに抱きかかえられたんだとしたら、本来、その犯人の摩擦臭が残るはずだが、その場所に何人、何種類もの摩擦臭が混ざってしまったとしたら、警察犬は追跡対象を見失って、混乱するんじゃないか？ああ、確かに、かなり大規模な捜索だったんだし、その現場にも大勢の人が立ち寄ったはずよね。そうなると、その分の摩擦臭が残るはずだから匂いが混ざっちゃうよね。そうそう。だから、そのせいで警察犬が、動きを止めてしまったかもしれないと考えられるんだぜ。でも、実際どうなんだろう？たくさんの匂いが混ざったら、警察犬は追跡できなくなっちゃうのかな？あくまでこの考察は、素人が考える考察でしかないから、実際はどうなのかはわからないんだ。犬の嗅覚は、人間の3000倍から1万倍と言われていて、匂いを嗅ぎ分ける能力に関しては、人間の100万倍とも言われているから、嗅ぎ分けられないなんてことはないかもしれないが、3000人もの人たちの匂いが混ざったら、その能力がどれだけ発揮されるのかはわからないわね。そうだな。これに関しては、さっき紹介した番組でも、実験は行われなかったから、真相は不明なんだぜ。その実験もしてみてほしかったな。ゆうきちゃんは誘拐されたと仮定して、ある犯人像が噂されたんだ。え、犯人らしき人物が目撃されていたの？その人物が、ゆうきちゃんに直接接触してるような様子は、目撃されていないんだが、不審な動きを見かけた参加者がいたんだぜ。不審な動き？イベントに参加していたある男性は、13時48分頃に、ゆうきちゃんらしき女の子が、歩いている姿を目撃していたんだ。それで、それと同時刻くらいに別のイベント参加者の女性が、大きなリュックを背負った男性を目撃したんだ。その男が犯人かもしれないってこと？うむ。そのリュック男は、竹林の茂みの中から道に突然現れたんだ。そして、参加者の女性が、ここにタケノコありますよと話しかけたそうだ。それで、男は女性の声かけに対して一切返事をせずに、竹林の茂みの中をまっすぐ下に降りていってしまったんだぜ。でも、それだけじゃ犯人だって断定できない気がするけど、リュック男に関する情報はそれだけじゃないんだ。男が茂みを降りていった先には、ゆうきちゃんが最後に歩いてたとされる場所に繋がるんだ。それなら、確かにその男かもしれないわね。しかも、その後の捜査によると、
リュック男はイベントの参加者じゃないことも発覚しているんだぜ。うわ、怪しい。仮にこの男が登山目的でその場所に来ていたとしたら、ゆうきちゃんをリュックに入れるために、登山用の道具をどこかに捨てるはずだ。でも、それらしき登山道具は現場では見つかっていないから、なんとも言えないんだ。もともと子供を誘拐するつもりで、空のリュックで来たとか？それも考えられるな。もしくは、本来はタケノコ掘りを目的に来ていたが、ゆうきちゃんを見かけて、魔が差して誘拐したなんてことも考えられるな。どちらにしろ、その男は怪しいわね。リュック男の他にも、別の犯人の説も考えられたんだぜ。その説ではどんな犯人像が疑われたの？その犯人像は、海外の工作機関の工作員だ。工作機関？日本での拉致被害と聞くと、一般的に北朝鮮を思い浮かべるだろう。実際、北朝鮮の工作機関が、幼い児童を優先的に拉致対象にしていた時代があるんだ。そうなの？北朝鮮に拉致された被害者って、大人だけかと思ってた。なんでも、大人より子供の方が工作員として育てやすいからだそうだ。なるほど。だから、イベントに参加する児童を狙って、組織的な犯行で連れ去る計画だった可能性も考えられるんだぜ。そう言われると、それっぽく聞こえるわ。ただ、この説には疑問も浮かぶんだ。え？どんな？仮に犯行が工作機関が行ったものだとしたら、それはその道のプロの仕業だろ？そうね。そんなプロが、ゴールデンウィーク初日で、イベント参加者が大勢いる場所を選ぶなんて、今までの拉致事件の犯行と比較しても、おかしいことなんだぜ。言われてみれば、人がたくさんいる場所じゃ、犯行を目撃される可能性も高いもんね。それに、もし工作機関が北朝鮮のものだとしたら、今まで確認された北朝鮮の拉致の方法と比べると、工作機関が女の子をリュックに詰めて拉致するなんて、ありえない方法なんだぜ。今まではどんな拉致の方法が確認されてたの？今まで確認された拉致の一例としては、人気のない海岸で、対象者を暴力によって制圧し、縛り上げて口にロープを張って、大きな布袋に詰め込んで小舟で北朝鮮まで運ぶといった感じだな。すごく荒っぽいやり方ね。今までのやり方がそんな感じだから、海外の工作機関がイベント会場で女の子を、そのままリュックに詰め込んで運ぶというやり方は考えられないんだぜ。それに、時間や場所からしても、外国の工作機関による拉致という可能性は薄いと考えられているんだぜ。じゃあ、一体、ゆうきちゃんは、何をどうして行方不明になっちゃったの？多くの謎が残るゆうきちゃんの行方について、テレビ番組でも追跡が行われたんだ。ちょっと前まで、そういう番組多かったよね。2008年12月4日に放送された、衝撃リポート世界の怪奇現象大追跡スペシャル6では、超能力者であるノリーン・レニアが、事件現場で投資を行ったんだぜ。超能力？投資？急にスピリチュアルね。当時はそういうテレビ番組が流行ったからな。ノリーンの投資によると、大きなリュックを背負った人物が浮上したんだ。それって、さっき言ってたリュック男？かもしれないな。ノリーンが投資で見た、事件当日の状況では、無理やりリュックに詰め込まれたゆうきちゃんは、助けを呼ぼうと声を出そうとしたようだが、胸が塞がれていて、声が出されなかったようだ。投資だから証拠はないけど、リュック男ってところが共通してるのが怖いわね。ノリーンの投資だけじゃなく、他の番組でも、ゆうきちゃんの追跡を行っていたんだぜ。その番組ではどんな感じだったの？2015年6月12日に放送された、金曜プレミアム最強 FBI 緊急捜査 SP 日本未解決事件完全プロファイルでは、行方不明者の捜索を専門とするアメリカ人チームが、現場となった山林を捜索する内容が放送されたんだ。プロフェッショナルによって捜索されたのね。そのチームの見立てによると、この事件は組織による犯罪と考えられたんだ。さっき出てきた、工作機関っていう説？そういうことになるな。迷子という可能性を 100% 潰すため、現場に特殊犬警球を投入して手がかりを探したんだぜ。特殊犬って？人間の遺体や、血の匂いを突き止めることに特化した訓練を受けた犬だ。そんな犬がいるんだね。特殊犬は、現場となった竹林の一帯を捜索したんだ。穴に潜り込んでみたり、沢を渡ったりなど奮闘したものの、新たな手がかりを見つけることはできなかったんだぜ。結局、ゆうきちゃんの行方はわからずじまいだったのね。うむ。2022年現在も、ゆうきちゃんの行方については謎のままなんだ。今後、何か進展があるといいわね。さて、というわけで今回は、タケノコ掘り女児行方不明事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。これは美穂じゃない、不可解な DNA 鑑定。山本美穂さん行方不明事件。どうも、ゆっくり霊夢です。
どうも、ゆっくりマリサだぜ。昨日のあのテレビ番組見た？え？何か面白いものやってたっけ？警察24時よ、ハラハラドキドキするし、警察官の勇敢な姿に胸キュンで、番組が終わるまでトイレに行けなかったわ。CM の間に行けよ。だって一瞬も見逃したくなかったんだもの。警察官って素敵な仕事よね。結婚するなら、誠実で勇敢でたくましい警察官がいいわ。確かに安全な社会を実現するために不可欠な存在だよな。マリサの知り合いに誰か警察官いないの？いても紹介したくない。ひどい。確かに警察官は正義感や使命感を持っている人がほとんどだ。でも、中にはそうでない人もいるのでは？と疑いたくなるような事件もあるんだぜ。霊夢は、1984年に起きた山本美穂さん失踪事件を知っているか？この事件は、拉致が疑われている状態でありながら、突如身元不明の遺体を美穂さんと決定づけ、捜査を終了した疑惑の事件なんだぜ。何それ、初耳だわ。ぜひ詳しいことを教えてよ。それじゃ山本美穂さん失踪事件について紹介するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まずは美穂さんの家族について少し語らせてもらうぜ。バックグラウンドが分かった方が、より事件をイメージしやすいものね。美穂さんは1964年3月3日生まれで、父親は警察官、母親は専業主婦、双子の妹と2つ上の兄がいる5人家族だった。兄弟はとても仲が良かったそうだが、当時美穂さんが大学受験に向け勉強に励んでいた頃、交通事故でお兄さんを亡くしている。家族を失う悲しみは計り知れないわね。ああ。でも徐々に立ち直り、これから再スタートを切ろうとしていた時、この家族に新たな問題が立ちはだかった。それが当時20歳の美穂さんの失踪だ。失踪って、忽然と姿を消したの？どういう状況だったのか聞かせてよ。1984年6月4日、美穂さんは図書館に行くと言って、山梨県甲府市の自宅をバイクで出かけた。それ以来、消息不明となってしまったんだ。バイクに乗っていたなら、崖からの転落事故という可能性は？甲府駅前にバイクが置かれているのは発見されているぜ。ということは、駅にバイクを置いて電車に乗り、どこかへ向かったのかしら？美穂さんがどんな行動を取ったかは定かでないが、4日後の6月8日に、警察から新潟県柏崎市の海岸で、美穂さんのバッグが発見されたと連絡が入った。え、新潟？ちなみに山本さん一家は、新潟県柏崎市に縁もゆかりもないそうだ。それなのに、そんなに離れた場所でバッグが見つかるなんて不思議ね。ちなみにバッグの中身は？美穂さんの財布や免許証がそのまま入っていた。じゃあ物取りにあったというわけでもなさそうね。美穂さん本人は、一体どこへ行ってしまったのかしら。家族らは、9日に捜索願いを提出し、独自でも捜索を開始した。独自ってどうやって？美穂さんのお父さんが、日本全国の身元不明遺体を必死に調べ続けたそうだ。さすが警察官ね。でもその中から美穂さんらしき人物は、発見されなかった。警察からも数回、身元不明遺体との照合連絡があったそうだが、いずれも歯並びなどの身体的特徴が合致せず、美穂さんとは別人と判断された。行方不明の状態も不安が絶えないけれど、遺体が発見されれば、より深い悲しみが押し寄せてくるし、どちらも複雑よね。家族らは、連絡が入るたび心臓が、潰れてしまいそうなほど、ドキドキしていたらしい。でも、別人と判明すると、無事で生きているのだと再び希望を持てたそうだ。大事な我が子の無事を願うのは当然よね。でもそれでは捜査に進展もなさそうだわ。ああ、美穂さんに関する情報は一切つかめなかったそうだ。でも一つ、家族にとって気になる電話があった。どんな電話？失踪から約半年後の11月6日から、4年半ほど無言電話が続いたんだ。無言電話って嫌がらせかしら？ほとんどが数秒で切れてしまうものだったが、失踪してから3年4ヶ月後と3年6ヶ月後にかかってきた2回の電話では、10分から15分ほど無言で、こちらの様子を伺いながらもすすり泣くような声がしたらしい。もしかして美穂さんから？家族もそんな予感がして思い切って、美穂でしょ、元気？と問いかけたそうだ。ついつい言葉を発せずにはいられなかったのね。するとかすかな声で、元気と答えが返ってきたらしい。ということは、やっぱり美穂さんよ。生存していたんだわ。本人かどうかの確証はなかったようだから、もしかしたら誰かがなりすましていた可能性も拭えないけどな。でも家族はこの一件で、美穂さんの生存を信じ続けることができたそうだ。だけど、これまでの話だけだと、美穂さんの行方は見当がつかない状況ね。そうだな。美穂さんの失踪については、この時二つの説が考えられていた。何々？一
一つ目は海難事故で行方不明になったという説だ。確かに海岸でバッグが発見されているということは、何らかの事故にあって、海に流されてしまった可能性は考えられるわね。二つ目は北朝鮮の工作員による拉致の可能性だ。え、拉致？実は美穂さんが失踪した1年9ヶ月後の1988年3月に、参議院予算委員会にて、1978年7月から8月にかけて失踪した、木村康さんや浜本富貴恵さんらの、北朝鮮による拉致の疑いが話題に上がり、日本人の拉致被害が注目を浴びていたんだ。木村康さんと浜本富貴恵さんといえば、2002年に北朝鮮から帰国した拉致被害者よね。ああ、霊夢もこのニュースはさすがに知ってたか。そりゃ、当時大々的に報道されていたもの。でもその北朝鮮拉致事件と美穂さんの失踪がどうして結びつくの？美穂さんのバッグが発見された新潟県柏崎市の海岸というのは、美穂さんが失踪する6年前の1978年7月に、蓮池薫さんと奥戸由紀子さんが拉致された場所なんだ。ええ？その二人も2002年に同じく帰国した拉致被害者よね。そうだぜ。蓮池さんは当時20歳、奥戸さんは当時22歳だった。偶然かもしれないけど、美穂さんの年齢にも近いわね。だから美穂さんも北朝鮮によって、拉致されたと考えるのは、特別不自然じゃないだろ。確かにそうね。2002年9月17日に各テレビ局が報道した、小泉純一郎首相と金正日総書記の、日朝首脳会談は歴史的瞬間だった。金正日総書記は拉致を認めて謝罪し、翌10月に蓮池薫さんら5人は帰国できたのよね。でもその当時って美穂さんの拉致の話も報道されていたのかしら？日朝首脳会談後、美穂さんも北朝鮮による拉致の疑いが、濃厚と全国ニュースで報道されているぜ。そうだったのね。そして2003年1月には特定失踪者問題調査会が発足し、北朝鮮による拉致が濃厚な失踪者40人のリストが作成された。特定失踪者？特定失踪者とは、北朝鮮による拉致の可能性を、排除できない失踪者を指す言葉だ。特定失踪者問題調査会はその特定失踪者について調査し、救出を目指す民間団体なんだぜ。このリストの中に美穂さんも入っていたの？ああ。でも北朝鮮に拉致されたと思われる場所は、年齢とバッグが発見された場所ぐらいよね。霊夢は大町ルートって聞いたことあるか？何それ？かつて水飴は焼酎の味付けのため、日本海側から北朝鮮へ輸出されていた。そして、それらを日本海側まで運んだのが、大町ルートと呼ばれるルートだ。具体的にはどこを通るの？千葉を起点に東京や埼玉、山梨、長野の大町を通り、糸魚川付近で新潟、富山に分かれる。新潟はバッグが発見されていた場所だけど、山梨も美穂さんが失踪した場所よ、ドンピシャね。ちなみに新潟港は、北朝鮮の貨客船である、万四本号が入港していたことで知られているんだぜ。北陸から新潟にかけての日本海側ルート周辺には、在日の人々が多く居住する地域があり、工作員の上陸ポイントとして多数設定されていたようだ。もしかしてそこには工作員をかくまったりする、協力者もいたということ？その可能性は否定できない。でも在日朝鮮人の人たちも、工作員に目をつけられてしまったがゆえに、北朝鮮にいる親族の安全と引き換えに、工作活動への協力を強要されていたようだ。積極的に協力していたわけではないのね。ちなみに調査会によると、失踪場所や当時の住所など、何らかの形でこの大町ルートとの関わりがある、失踪者を検索すると、約150件にも上るらしい。それだけの人がこのルート上で、拉致されている可能性があるなんて驚愕だわ。これは、調査会に情報が寄せられている失踪者が、約470人だから3割に達している。偶然とは考えられないほど多いわね。ちなみに横田めぐみさんも、このルート上で失踪した拉致事件なんだぜ。やっぱりこのルートで拉致が行われた可能性は捨てきれないのね。新潟県柏崎市の荒浜海岸で美穂さんのバッグが発見されたのも、そう考えれば辻褄が合うわ。実は拉致は、行き当たりばったりに行っているわけではなく、何らかの条件に沿って選定していたらしいんだ。年齢かしら？それは明らかにはなっていないけど、現場のすぐ近くにいる人間が選定し、おびき出す係や監禁しておく係、日本海まで運ぶ係、実家を見張る係など、役割分担して実行されたと言われている。じゃあ美穂さんは前から目をつけられていた可能性があるのね。でもそうは言ってもこれまでの話ってあくまでも仮説なのよね。美穂さんが拉致されたという証明はできないんじゃない？実は韓国に亡命した元北朝鮮特殊部隊員という男性が、平壌の特殊部隊で美穂さんに似た人物を目撃した、と証言しているんだ。嘘？目撃証言があるならかなり可能性が高まるわね。
でもそれなら無言電話の件はどうなるの？通信事情が悪く、規制されている北朝鮮で、国際電話をかけられるのかしら？所属する部署によっては可能みたいだ。美穂さんは人目を盗んで、平壌から日本に必死の思いで、国際電話をかけていた可能性も捨てきれない。この工作員の証言もあり、美穂さんの家族は、国外移送目的略取容疑で、山梨県警に告発状を提出したそうだ。じゃあ、拉致事件として、警察は再捜査をしてくれたの？母親と双子の妹は、美穂さんとの再会に希望を持ったようだが、父親は警察は家出人を探すほど暇ではないと考えながら、引き続き自ら行動していたようだぜ。でも2003年3月に父親は脳腫瘍で倒れ、5月19日に死去した。生きている間に美穂さんに会いたかったでしょうね。残念だわ。そして翌2004年にはさらにショッキングなニュースが家族に届いた。今度は何なの？嫌な予感。2004年3月5日、美穂さんの妹の元に山梨県警から連絡があった。なんとその内容は、山形県で発見された身元不明遺体と、美穂さんの妹の DNA が 99.9% 一致したというものだったんだ。妹さんは美穂さんと双子だったのよね。ああ、美穂さんと妹さんは一卵性双生児だ。この事実からわかることは、妹さんの DNA と一致する遺体イコール美穂さん以外に考えられない、ということなんだ。その遺体はいつ発見されたものなのかわかっているの？身元不明遺体は美穂さん失踪の17日後、1984年6月21日に山形県遊佐町の海岸に、漂着したものだったそうだ。確かに日にち的には、美穂さんの可能性がありそうだけど、山形まで流されていったなんて想定外ね。死因は溺死で、遺体のほとんどは、死老化あるいは白骨化していたようだ。死老化って？死老化とは、長期間水中や土中など、何らかの理由で腐敗菌が繁殖しない条件下に置かれた結果、腐敗を免れて、遺体内部の脂肪が変質し、全体がろうそく状になる現象のことだぜ。なるほどね。なんだかあんまり想像したくないわ。遺体には右腕がなく、左手も表皮が消滅しているため、指紋は採取できなかったそうだ。さらに両足も発見されなかった。どうやら、スクリューによって欠損してしまったみたいだ。また、歯が13本も抜け落ちていた。かなりひどい状態で発見されていたのね。そして山梨県警は突如記者会見を開き、この事実を公表した。家にいた美穂さんの母親は、ニュースを見た親戚からの連絡で、初めてこの事実を知ったそうだ。親よりも世間がこの事実を先に知るなんて、しかもこの会見は異例ずくめで、カメラを一切入れず、さらに質問のほとんどに対し、言えないと回答を避けたそうだ。国民の関心が高い話題だから、拉致でなかったのだとしたら、きちんと説明すべきなのに誠意の感じられない対応ね。会見をやるからには、きちんと答えるべきだと思うだろ。なぜこんなに突然、急展開を迎えたのかしら？会見を急ぐ理由があったのかしら？不思議だろ。実は調べていくと、この遺体には多くの不審点があって、家族からの証言も合わせると、美穂さん本人ではない可能性が伺えるんだ。別人ということ？もしかしてそれがバレる前に会見を行って、そうそうとことを終結させようとしたのかしら？そもそも、照合相手である妹さんの、DNA を採取したことに関してだが、これは2003年4月26日に家族と県警が面会した場で行われている。家族が言うには、県警が、今後の調査のためにとだけ説明して、妹さんの血液を採取したと言っているんだけど、県警は山形の遺体で美穂さんと思われる遺体が2体あり、うち1体は DNA 鑑定が可能なため鑑定を進めたい、とちゃんと説明したと言っているんだ。意見が食い違っているのね。家族が聞き逃したのかしら？でも必死の思いで美穂さんを捜索していた家族が、こんなに重要な話を聞き逃すなんて考えにくいわよね。警察はこれ以後も DNA 鑑定を進めていることを、4度説明したというんだ。家族側はそれを全く認識していないんだけどな。ということは、警察が嘘をついているのかしら？そもそもおかしいのは、正式な DNA 鑑定であれば、親子間で実施すべきなのに、母親ではなく、双子の妹さんに行っている。これはあまり、一般的ではない。わざと山形の遺体を美穂さんに仕立て上げようとしてるのかしら？他にも不審な点はある。遺体の DNA は骨髄の粉から採取されたんだが、これは遺体発見当時の1984年に司法解剖を行った山形大学の教授が、自分のデスクに個人的な研究のために、保管していたものだったんだ。そのことを2002年11月に知った、山梨県警が取りに来たという話らしい。個人的に保管って意味がわからない。家族は教授と面会して実際の保管状況を確認した際、
デスクに鍵はかけられておらず、封筒の口も開いていて、誰もが容易に触れる状態だったそうだ。常温で何年も放置されていた資料を使うってどうなのよ。DNA 鑑定には厳しい注意事項があるんだけど、これがその基準を満たしているとは到底思えないんだよな。そもそも山形の遺体が美穂さんであると県警が着目するまで、遺体発見から18年4ヶ月かかっているのも腑に落ちないわよね。さらに県警はすでに資料は使い切ったとし、再検証はできないと回答しているんだ。また、最も重要な鑑定書についても、家族の閲覧こそ認めたものの、当社は認めなかったし写真撮影も認めていない。なんだか怪しい部分が多いわね。この遺体は本当に美穂さんなのかしら。家族は、この遺体は美穂さんのものではないと考えている。それには他にも何か理由があるの？県警が身元不明遺体について、その身体的特徴や遺留品の写真を見せて確認した際、家族はどう考えても美穂さんの遺体ではないと思ったそうなんだ。なぜなの？美穂さんは実家暮らしで、洗濯は母親が全て行っていたから、おおよその洋服などは把握していた。でも身元不明遺体が身につけていたジーンズや、ブラジャー、ネックレスは美穂さんが、所有していたものと全く異なっていたそうだ。見覚えのないものばかりだったのね。しかも、そもそもブラジャーのサイズが違ったらしく、遺体が着用していたブラジャーのサイズは A70 だったのに対し、美穂さんが普段身につけていたのは B75 や B80 だったそうだ。それは明らかにおかしいわね。そもそも本来ならば、遺留品の確認やサイズなどの確認ではっきり判明せず、DNA 鑑定が可能な場合になってから、鑑定するという手順なんだけど、美穂さんの場合は家族が知らない間に、勝手に DNA 鑑定が始まっているんだ。それから遺体の腐敗具合が、行方不明の日数と合わないこともおかしい。どういうこと？遺体の鑑定書によると、顔面に外傷はなかったものの、歯が13本抜け落ちていた。本来、自然に腐敗したことにより歯が脱落するには、最短でも3ヶ月はかかる。でも美穂さんが失踪した日から遺体発見までの期間は17日間だ。つまり、山本美穂さんの行方不明の日数とは、どう考えても合わないのね。ああ、これだけ短期間に歯が13本も抜けているのは非常に不自然なんだ。遺体の体型に関しても、両脚が欠損しているから、やや不確かではあるけど、衣類のサイズからして比較的スマートであると見られている。ややぽっちゃりした体型であった。美穂さんと同一人物とは思えない。特に座高は本人と乖離していて、観察医など専門家は強く疑問を呈している。観察医や専門家もそう感じているなら、やっぱり変なのね。こうした点から、家族は発見された遺体が、美穂さんではない可能性が非常に高いと考え、さらに警察に対しても不信感を抱いたようだぜ。確かに、この身元不明の遺体は美穂さんではない可能性が、非常に高いような気がするわ。DNA 鑑定の結果だけで結論付けて、事件を終結させようとする強引さがかなり不可解よね。この遺体がたとえ美穂さんでなかったとして、少なくとも20年前にこの女性が、何らかの理由で亡くなっていることは事実だ。不可解なのは、なぜか山形県遊佐町には、この遺体を含め3件の身元不明遺体が、1979年から1984年の間に集中して漂着していることだ。自殺の名所なのか、何らかの事件が頻発していたのか、でもわからないのは、なぜこの遺体を、半ば強引に美穂さんと決めつけたのかなのよね。政府は2004年1月に、2度目の訪朝へ向け、拉致問題は解決したとして、国交正常化を目指していたようなんだ。そして拉致被害者5名の家族を、日本へ帰国させる代わりに、特定失踪者の話は出さないという打ち合わせがあったと、誠しやかに囁かれていた。訪朝は5月23日と噂とは異なったが、特定失踪者については噂通り触れられることは全くなかった。つまり、北朝鮮との問題をこれ以上増やしたくない政府は、美穂さんが特定失踪者ではなかったとしたかったのね。ああ、だから山形県遊佐町の海岸で発見された遺体を、美穂さんに仕立て上げ、海難事故として処理してしまおうと、したのではないかと想像できるんだぜ。無言電話をかけてきていたのが美穂さん本人であれば、この遺体は絶対に別人よね。そうだな。もしかしたら電話は事件の真相を知る犯人や、単なるいたずらだった可能性もある。でも、家族の知らぬところで進められた。DNA 鑑定や美穂さんと一致しない遺体の身体的特徴、所持品など不審な点が多くあるのは事実だ。家族は未だに美穂さんの死を受け入れられていない。家族は遺体が本当に美穂さんなのであれば、一刻も早く供養してあげたいだろうけど、納得のできる説明が県警から得られない今の状況では、到底受け入れられないわよね。美穂さんが今も生きているのなら、せめて元気に暮らしていてほしいわね。そうだな。
というわけで今回は山本美穂さん失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。現在も行方不明のまま30年が経過。風船おじさん行方不明事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。私この間ある映画を見たんだけど、すごく懐かしい気持ちになったわ。昔、風船で空を飛んだりするのが夢だったのよね。子供らしい夢だな。いつの間にか忘れちゃってたのよね。まあ現実的じゃないし、わざわざ準備までしてやるほどのことでもないかなと思って結局そのままだわ。それを聞いて安心したぜ。まだその夢を諦めてないんじゃないかと思ったぞ。どういう意味？実は以前に、ヘリウム入りの風船を使って空を飛んだ結果、そのまま行方不明になってしまった人がいたんだ。実際にやっちゃった人がいたの。夢のある行動なのに行方不明になってるって気になるわ。というわけで今回は、風船おじさん行方不明事件、について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは簡単にこの事件の概要について話していくぜ。この事件は1992年11月23日に発生したもので、ピアノ調律師であり会社経営者でもある鈴木義和さんが、ファンタジー号、と名付けた、風船付きゴンドラで、空へと旅立ったまま、行方不明になったというものだ。その鈴木さんはピアノ調律師とかをやってたんでしょ？いまいちそういう行動を取る理由がわからないんだけど。鈴木さんは冒険家も自称してて、この時は上昇実験をするっていう名目で、琵琶湖湖畔にマスコミ関係者や支援者たちを集めたんだ。だが、実験がスタートすると牽引用のロープを外して、実験どころか本当に飛び立ってしまったんだぜ。マスコミとかも来てたのね。でも実験っていう話だったのに、いきなり本番に移るなんて集まった人からしても困るわよね。マスコミとかテレビにしても、準備ってあるでしょうし。鈴木さんがこういった行動に出た理由は、本来は太平洋横断を計画してたものの、国土交通省から許可が下りなかったからなんだ。安全性に疑問があったことで、地面に係留した状態での試験飛行だけ許可されてたんだぜ。形はどうあれ空を飛ぶわけだし、高度によっては飛行機とかと接触する可能性もあるし、それこそうっかり落下したら危ないものね。鈴木さんは、ヘリウムガスを詰めた風船に乗って、高度1万メートルに上昇すれば、ジェット気流に乗り約40時間で、サンフランシスコに行ける、という計画を立ててたみたいなんだ。しかしファンタジー号に使用してた風船じゃ、ジェット気流まで上昇できなかったから、最初から企画倒れな計画だったらしいんだ。計画の詰めが甘かったのね。それならだんだん高度が下がってきて、海なり陸なりに不時着しそうじゃない？それが、そうはならなかったぜ。まず飛び立った直後にテレビ局が、携帯電話で連絡すると、ヘリウムが少し漏れているが、大丈夫だ、っていう回答があって、さらにホテルにいた家族へは夜10時に携帯電話で連絡があったみたいで、その後も1時間ごとに電話がかかってきたそうだ。鈴木さんは家族になんて言ってたの？風船の様子がおかしいことや、思ったより高度が上がらないこと、海に出たこと、タバコを吸ったことなどだな。翌朝6時には、素晴らしい朝焼けだ、綺麗だよ、と妻に伝えて、さらに、行けるところまで、行くから心配しないでね、と伝えたらしいんだが、これが最後の連絡になってしまった。もしかして、携帯電話のバッテリーが切れたのかしら？理由は不明だが、いくら電話をかけても出なかったらしいから、その可能性もあるよな。ただ、24日深夜に SOS 信号が発信されてて、25日の8時半には海上保安庁第3管区海上保安本部の捜索機ファルコン900が、宮城県金華山沖の東約 800km 海上で飛行中のファンタジー号を発見してるんだ。SOS 信号が出てたってことは、その時点では鈴木さんは無事だったのね。それに SOS 信号を出したってことは、何か困ってて救助して欲しかったのかも。それが不思議なことに、鈴木さんは捜索機に向かって、手を振ったり座り込んだりして SOS 信号をやめてしまったんだ。この時のファンタジー号の高度は2500メートルで、高い時には4000メートルにも達していたそうだ。あら、なんでやめちゃったのかしら。SOS 信号を出していたのなら、救助を求めてるはずだけど、その後、捜索機は約3時間監視したんだが、手を振ってたことやゴンドラの中のものを落下させて高度を上げたこと、そして遭難信号も消えたことから、飛行継続の意思があると判断して、11時半には追跡を打ち切ったらしいぜ。自分で高度を上げてたの？確かに SOS 信号を止めたのも合わせて考えると、それ以上の追跡はされなくなるのもしょうがないわね。でも少なくともその時点では、まだちゃんと姿を確認されてたのよね。ああ。だがその後連絡が一切なくなったということもあって、家族から捜索届が出されたんだ。これを受けた海上保安庁は、
12月2日にファンタジー号が到着する可能性のある、アメリカとカナダとロシアに救難要請を出すことになったぜ。海を越えて他の国に行こうとしたわけだから他国への要請も必要になったのね。でも行方不明事件ってことは、結局見つからなかったの？そうだ。残念ながらその後、鈴木さんの行方は一切わかってない。当時、気象大学校の教頭をしてた池田学氏によると、ファンタジー号のビニール風船の素材が塩化ビニールなら、1日に約 10% の割合でガスが抜けて、海に着水している可能性が高いそうだ。そうなるとやっぱり生存は難しそうね。だけど鈴木さんがこの計画を思い至ったのってどうしてなのかしら？それじゃあここからは、鈴木さんがファンタジー号で飛び立つまでに、どういったことがあったかを話していくぜ。確か、ピアノ調律師をやってた人なのよね。その他にも、1984年に音楽教材販売会社ミュージックアンサンブルを起用し、1986年に銀座で音楽サロン、アンサンブルを開店したりもしてるんだ。それ以外にも麻雀荘やコーヒーサロンやパブレストランなどを経営してたぜ。かなり手広くやってた人なのね。でもこの段階だと、鈴木さんが風船で飛び立つ計画を立てる理由が見えてこないわね。霊夢が言うように、鈴木さんはいろいろとやってたんだが、1990年にミュージックアンサンブルが4億円から5億円の負債を抱えて、倒産してしまったんだ。これによって20人以上の債権者が生まれ、鈴木さんは借金苦に陥ってしまった。これが理由になっているとされてるぜ。とんでもない借金を抱えてしまったのは、わかるけど、これが理由になるの？ああ、鈴木さんは債権者に対して、ビニール風船26個をつけたゴンドラによる太平洋横断で借金を返済する、と語ってたみたいなんだ。つまりマスコミに取材されることで CM などに出演して、返済できるだけの金を手に入れるって計画だった。そういう意味なのね。でもそれって現実的じゃないわよね。確かに有名になったし注目もされたけど、それで CM とかに出られるかもっていうのは希望的観測が過ぎない？そうだな。もちろん最初からそうしようとしてたわけじゃなく、1991年7月から歌手のグラシラス・サーナのマネージャー業をして、地道に稼いではいたみたいなんだ。ただ1992年には契約を解消してて、その後から計画を立て始めたみたいだぜ。せっかくいろんなお店の経営をしてたんだし、地道に頑張ればよかったのにね。まあ鈴木さんが過去に起こした事件を見るに、思い立ったら周囲の制止も聞かずに動いてしまうタイプみたいだから、そういう考えにはならなかったのかもしれないな。過去に起こした事件？他にも何かやってたの？ああ。1989年7月30日に、横浜博覧会立てこもり事件を、1992年4月17日には、ヘリウム風船不時着事件を起こしてるんだ。二つ目はなんとなく想像ができるけど、一つ目はどういった事件だったの？鈴木さんは、1989年3月25日から横浜市で開催された、横浜博覧会にテナント出店をしてたんだが、会場内での店舗立地が悪いことや、博覧会自体の集客が順調でないこともあって経営は不振だった。それもあって鈴木さんは、手塚治虫氏がデザインした横浜博のマスコットである、ブルアちゃんの着ぐるみを自作し、中に自分が入って撮影会やサイン会を開いたりしたんだ。それ自体は別にいいんじゃない？勝手に着ぐるみを使ったとかじゃなく、自作したものなら自由だと思うし、これ自体は良かったんだが、その後が良くなかった。鈴木さんは横浜博覧会協会が何も対策を取らないことに抗議するために、7月30日の早朝4時から、高さ30メートルの鉄塔コロネードに、ブルアちゃんの着ぐるみを持って、足場伝いによじ登り、7時間ほど籠城したんだ。抗議のためにそんなことをしてしまったのね。でも着ぐるみを着てるとなると足元が見えにくくて危ないし、それこそよじ登ること自体が良くないことよ。もちろん良くないことだ。午前10時頃に博覧会関係者が発見して119番通報をし、横浜市消防局のレスキュー隊員がはしご車で頂上まで行き、説得を開始したぜ。説得できたの？すぐにはできなかったぜ。当初ブルアちゃんの着ぐるみに入った鈴木さんはいやいやポーズをしたりして、拒否してたんだ。ただ、20分後の11時45分頃には、説得に応じて、はしご車で地上に引き下ろされたぜ。抗議のためにやったってことだけど、鈴木さんの意見は正しかったの？当時の状況を詳しく見ないと何とも言えないが、一応鈴木さんの要求もわからなくはないものだったそうだ。鈴木さんの店の直近の駐車場が業務用の団体バス駐車場だったんだが、これが原因でマイカー利用者からの集客が期待できず、夏休みになると団体バスの利用数が半減することから、鈴木さんは、ガラ空きの業務用駐車場を開放して、と抗議したんだ。でもそれってちょっとわがままじゃないかしら？業務用駐車場ってことは、普段は一般の人が使わない駐車場なのよね？
いくらイベントとはいえ、自分の店が儲からないからってその言い分はどうかと思うわ。まあそうだな。鈴木さんの言い分は理屈としてはわかるんだが、場所を提供してる側としては容認できないものだ。そうよね。いつだってうまくいくわけではないんだし。その後、厳重注意を受けた鈴木さんは協会と交渉の末に許可を取って、ヘリウム風船の浮力でロープで係留されたゴンドラが、高さ10メートルから20メートルに浮かぶ、空中散歩、を自費で、博覧会場に設置したんだ。これは9月1日から閉幕する10月1日まで実施されて、約2500人がゴンドラに乗って空中散歩を楽しんだぜ。この時からすでに風船が出てくるのね。でも経緯はどうあれ許可はもらってるんだし、お客さんが楽しめたなら、立てこもりはともかくとして、いい結果だったんじゃないかしら。現場を騒がせはしたものの、結果的にはお客さんに喜んでもらえたからまだ良かったと言えるな。だが1992年4月17日に起きた、不時着事件、は良くなかった。この事件では、鈴木さんは府中署防犯課の警察官の制止を聞かずに、東京都府中市の多摩川河川敷から千葉県の九十九里浜を目指して、午前12時45分にヘリウム風船で飛び立ったんだ。警察の人に事前に止められてたのに飛んでしまったのは良くないわね。自分だけじゃなくて、他の人にも危険が及ぶかもしれないんだし、止められたなら素直に従わないと。鈴木さんは、椅子に5メートルと 2.5 メートルの風船角2個を、直接くくりつけて飛行してたんだが、重りに使ってた15キログラムの砂袋2個が、外れたことで急上昇してしまい、本来予定してた高度400メートルが5600メートルにまで伸びてしまったんだ。思ってたよりも上昇してしまってるわね。このままだと危ないわ。もちろん鈴木さんもそう考えたらしく、100円ライターで炙ることによって、5メートルの風船を切り離したんだ。その結果、高度が下がったんだが、そのせいで午後1時40分頃に、出発地点から 24km 離れた、東京都大田区大森西7丁目の民家の屋根に不時着してしまった。よりにもよって人の家に落ちてしまったのね。怪我人とかは出なかったの？鈴木さんは左手に怪我をしたんだが、幸いなことにそこの住民に怪我はなかったそうだ。鈴木氏は駆けつけた蒲田署員に謝罪しつつも、成功すれば、次はハワイを目指す予定だと語って、再挑戦することを誓ってたみたいだぜ。警察の人に謝罪するのは当然としても、すでに迷惑をかけたんだから再挑戦しようなんて考えはどうなのかしら。だって人の家の屋根に落ちちゃったんだし。ああ、しかも不時着された民家の瓦が壊れ、テレビアンテナが曲がる被害を受けたにもかかわらず、鈴木さんはこの家族に一切、この件に関する謝罪も弁償もしてないらしいぜ。それはダメでしょ。いくら故意ではないとしても、鈴木さんが飛ばなければ、起こらなかった事故なんだから。多分この判断が良くなかったんだろうな。鈴木さんはその後 NHK のラジオ番組にゲスト出演して、風船による太平洋横断計画について語ってるんだが、不時着事件の影響もあってかマスコミ各社は鈴木さんと、距離を置くようになっていたんだ。しかも、風船のヘリウムガスも売ってもらえなくなってしまった。さっきの立てこもり事件と合わせてみると、ちょっとヤバい人だもんね。関わっても取れ高がないと、思われちゃったのかな。あれ？でもヘリウムを売ってもらえなくなったのに、どうやって資金とか材料を集めたの？ヘリウムガスを売ってくれなくなったと言ったが、あれはそれまでの会社が売ってくれなくなったというだけなんだ。酸素ボンベや海難救助信号機などの備品を集めた鈴木さんは、東京江戸川区の名人と言われた吉原誠一氏にゴンドラ作りを頼んだんだ。この吉原氏は有名な桶職人だったらしいぜ。桶職人ってゴンドラも作れたりするの？まあ専門ではないな。とはいえ吉原氏は、実際にゴンドラを頼まれた通りに制作した。さらに鈴木さんは寄付を募り、ゴンドラの制作のために、多額の借金まで負ったそうだ。この支払いのために支援者の一人が1300万円を肩代わりしたという情報もあるぜ。すでに借金があるのにまた借金したの。本末転倒じゃないの。しかも鈴木さんは、同志社大学の三輪茂雄教授のナキスナの保護に賛同し、協力したいという名目で、ナキスナの海岸がある島根県仁摩郡仁摩町の町長に二度も接触し、経済援助を要請してたんだ。そのナキスナっていうのは何なの？上を歩くとキュッと音が鳴る砂のことだな。三輪教授は粉体工学を研究してる人だったんだ。ただ三輪教授に会うたびに鈴木さんの計画はコロコロ変わってたらしく、三輪教授からの、無線免許を取ること、と、ナキスナのある仁摩町から飛ばなければ意味がない、という意見も、無視して琵琶湖からスタートしてるんだ。せっかく計画を聞いてくれた人にも、嘘ばっかり言ってたら、誰も信じてくれなくなるわよ。実際三輪教授は琵琶湖にも出向いてくれてたみたいだが、地震の式に、バカモン、上昇しないと言ったじゃないか。嘘つき。
成功すれば冒険家だが、失敗すればバカもんだ。俺は知らんぞ。って、鈴木さんに言ったということを書いてたみたいだ。やっぱりそう思われて当然よね。そういえば二馬町から援助は受けられたの？もちろんダメだった。結果として、鈴木さんは多額の借金を残して、失踪してしまったということになるな。最悪のパターンね。最後に鈴木さんのその後のルートに関する予測を紹介しておくぜ。まず気象庁幹部と航空評論家の青木義智氏は、ファンタジー号はロシアのカムチャッカ半島あたりまでは達したんじゃないかと推測したんだ。専門家の人の意見だから当たってそうね。さらに海洋学者であり東京水産大学の教授も務めた三好久志氏は、宮城県沖で着水すればアラスカの方向へ、アリューシャン列島付近の着水ならオホーツク海で親潮に乗って、日本の沿岸へたどり着くと推測したんだ。そっか。着水した後も海流があるから、どんどん流されていってしまうのね。そして残された鈴木さんの家族は、行方不明直後の1992年の取材で、無人島に漂着したのではないかと思ってる、と語ったそうだぜ。いろいろな専門家の人たちが予測してくれたみたいだけど、結局鈴木さんはまだ見つかってないのよね。ああ、仮に発見されたとしても確実に死亡してるだろうし、海に落下してる可能性が高い以上、遺体ももう分解されて残ってないかもしれないな。人騒がせな人だけど、孤独に亡くなったかと思うとなんだか悲しくなるわ。以上が、風船おじさん行方不明事件、だぜ。最初は夢を持ったおじさんが行方不明になった事件だと思ってたけど、聞いてるうちにイメージが変わっていったわ。申請を無視して勝手に飛んだり、不時着した先の家に弁償もしなかったりと、さすがに印象が強すぎるからな。もちろん行方不明にならないのが一番いいんだけど、勝手に自分で決めてあれこれやっちゃう人みたいだしね。ちゃんと弔うためにも、せめて遺体か、ファンタジー号の残骸だけでも発見されてほしいわ。というわけで、今回は、風船おじさん行方不明事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。家族全員失踪。朝食は食べかけのまま放置。一体この家族に何が？どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。行方不明事件って大体誰か一人がいなくなるけど、ああいう事件で複数人いなくなることってあるの？集団失踪事件とかは各地で知られてるが、そういうのが聞きたいのか？そうじゃなくて、例えば家族の中で、複数人がいなくなっちゃうような、事件ってあるのかなって思ったのよ。あるぜ。家族そのものが行方不明になった事件がかつてあったんだ。家族全員、ちょっと思ってた以上に人数が多そうだわ。じゃあ今回は広島一家失踪事件を解説していくぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まずは、この事件の概要から話していくぜ。事件が発覚したのは2001年6月4日だった。広島県世羅郡世羅町在住の山上正弘さん一家が、全員失踪してしまったんだ。2001年6月3日の深夜から翌4日の明け方の間に、失踪したと考えられてるぜ。たった1日で全員いなくなってしまったのね。家族構成はどんな感じだったの？当時58歳だった山上正弘さん、正弘さんの妻である51歳の純子さん、二人の娘である26歳の知恵さん、正弘さんの母親である79歳の三恵さん、そして一家で飼われていた愛犬のレオが失踪したんだ。ペットまで一緒に行方不明になってたのね。誰が山上さんたちが失踪してることに気づいたの？最初に気がついたのは純子さんの勤務先の人たちだった。純子さんは採石会社の会社員として働いてたんだが、実は6月4日は会社の社員旅行で、中国の大連に行く出発日だったんだ。そこで純子さんと連絡がつかなかったから気がついたのね。ああ、勤務先の人が家に行ってみたものの、鍵がかかっている上に誰もいなかったらしい。そして普段、山上さん一家が使ってた車が、なくなってて、娘の知恵さんの車だけが残ってたそうだ。みんなで車に乗ってどこかに出かけたのかしら。その後、親類にも連絡が行ったことによって、正弘さんも無断欠勤していることが判明し、普段であれば歩行困難で家からほとんど出ないはずの、三恵さんが不在なのもおかしいということになったんだ。誰か一人だったら車で誘拐されたのかもと思うけど、これだけの人数がいなくなったなら、意図的に自分たちで動いたようにも思えるわね。これによって親類が6月4日の午後5時半頃に、警察に捜索願いを提出することになった。一家の捜索には警察犬やヘリコプターまで使用されて、さらには車がなかったことから N システムも使われたんだ。その N システムっていうのは何なの？ N システムは道路などに設置されてる、カメラみたいな装置なんだが、走行してる車のナンバープレートを自動的に記録して、
手配車両のナンバーと照合するシステムなんだ。正式名称は自動車ナンバー自動読み取り装置だぜ。聞いたことあるシステムだわ。そういう風に呼ばれてたのね。でもそれを使ったのなら発見できるんじゃないの？それが、これだけの手段を使っても、山上さん一家を発見することはできなかったんだ。一家には失踪する理由はなかったし、家の中には争った形跡も残ってなかったんだ。何らかの事件に巻き込まれた可能性は薄そうよね。車を使ったのは間違いないみたいだけど、関連してるものが一つも出てこないのは不思議だわ。その後も親類や関係者、そして千恵さんの交際相手が情報提供を求める、チラシを配って懸命な捜索が行われたんだが、事件から1年後の2002年9月7日についに発見されたんだ。みんな見つかったの？見つかるのは見つかった。だが、残念ながらすでに全員亡くなってたんだ。亡くなってたのね。でも見つかってよかったわ。それでどこで発見されたの？それが奇妙なことに、世羅町にある、京丸ダムの湖底に逆さまになって、沈んでた乗用車の中から発見されたんだ。ダム？ダムってあの水を溜めたりするダムよね？ああ、偶然通行人が発見したらしいんだが、ナンバープレートも山上さん一家の、亡くなってた車と一致してて、車内からは4人の白骨化した遺体と、ペットの亡骸が発見された。1年後に見つかったのに、もう白骨化してたの？霊夢、生物の死骸っていうのは、意外とすぐ白骨化するんだぞ。夏場の水中なら2週間もあれば白骨化する。1年も経てば全身白骨化しててもおかしくないんだ。水中でも結構早いのね。確かに陸地よりも白骨化するスピードは遅いが、それでも完全に白骨化するのに1年は十分な期間だ。そうなのね。でもどうして山上さん一家はダムの中に落ちたのかしら？霊夢が疑問に思ってる通り、この事件には動機に当たる部分が存在しないんだ。もし家族全員で失踪するとしたら、例えば借金があるとか、何らかのトラブルが関わってるのが大半だ。そうよね。でもそういうのはなかったんでしょ？正弘さんと純子さんは駆け落ちして、結婚したということもあって夫婦仲は、良好だったみたいだし、家にも争った形跡はなかった。千恵さんには交際相手がいて結婚間近だった。それに家には鍵がかけられてたわけだから、誰かが押し入ったような様子もない。それを聞いてる感じだと、本当に幸せな家庭って感じに聞こえるわね。しかも事件が発覚した日って純子さんは、社員旅行に行く予定だったんでしょ？それが嫌だったんだとしても、わざわざ自殺までするとは思えないわね。純子さんが旅行を嫌がってたっていうのは考えにくいぜ。他の社員曰く、純子さんはその旅行を、楽しみにしてたみたいだし、旅行の準備を終えたカバンや、旅費である15万円も家に残されてたからな。旅費やカバンがそのままに家に残されてたの？じゃあますます事件性は低くなってくるわね。そのお金がなくなってるなら物取りの犯行かもって思えるけど。ああ。しかも貴重品は全部家に、置いていかれてたみたいなんだ。預金通帳も財布も携帯電話もポケベルも、何もかもがそのままだったんだ。もちろん現金が盗まれたような形跡もなかった。それっておかしくない？もし自分たちの意思で家を出たなら、少なくとも財布とか携帯くらいは持っていくと思うんだけど、そこが奇妙な点なんだ。そういった貴重品を何一つ持たずに出かけてて、しかも車内から発見された遺体が着てた服は、正弘さんが私服、他は全員パジャマだった。さらに全員サンダルを履いてたんだぜ。これから出かけようって人間が、そんな格好のままなんておかしいわね。家にはレンジで温めればすぐに食べられる状態の、朝食も用意されてたみたいだからな。それこそ本当に神隠しにでもあったみたいに、突然失踪してしまったんだ。何か憶測とかでもいいから動機になりそうな情報はないの？まあこうなるに至った動機が、全くないとは言い切れない。ただこれから話すことは全て憶測になるから、話半分に聞いてくれ。わかったわ。まず一つ説として挙げられてるのは、純子さんの不倫に悩んでた正弘さんの無理心中説だ。夫婦仲は良かったんじゃないの？これはあくまで未確定情報だから、実際はどうだったのか不明なんだが、純子さんは会社の上司と不倫してたという情報があるんだ。それに事件が起こる前に純子さんは近所の人に、正弘さんが思い悩んでる様子だっていうのを、相談してたんだ。それだとちょっとおかしくないかしら。仮に純子さんが本当に不倫してたとして、それで正弘さんが悩んでるのを見て、周囲に相談するかしら？自分の不倫がバレる可能性だってあるでしょ？不倫に関してはあくまで未確定情報だからな。ただ、いずれにしても無理心中の可能性は非常に高い。発見現場になったダムへの転落場所は、管理者用の通路だったんだが、これは関係者しか知らないような場所なんだ。どうしてそれが無理心中の可能性につながるの？正弘さんは建設会社に勤務してたんだが、
現場になったダムの工事にも携わってたんだ。しかもこの場所には車止めがあるから、うっかり落ちたとは考えにくいぜ。確かに関係者だったら危険性は、よく知ってるでしょうし、普通なら落ちないように運転するはずよね。それなのにダムの底で見つかったってことは、その車止めをわざわざ越えて落下したことになるわ。ああ、関係者である正弘さんにしか、ダムへの無理心中はほとんど不可能なんだ。でももし仮に不倫が原因だったとして、そこまでするかしら？特に娘の千恵さんや母親の美恵さん、それにペットのレオは無関係じゃないの。それが、これもソースが不明だから不確定情報ではあるんだが、幼い頃から正弘さんを知ってる親戚の人によると、普段はおとなしいが、カッとなると手がつけられない性格らしいんだ。なるほど。普通だったらそこまでしないはずだけど、沸点を超えると抑えが効かなくなる人だった。可能性があるのね。そういうことだ。あくまで憶測だけどな。でも、やっぱりそれでも納得がいかないわね。千恵さんには結婚間近の交際相手だっていたんでしょ？正弘さんだって駆け落ちで結婚した身だし、その交際相手の男性も千恵さん失踪後に、一生懸命探してたらしいじゃないの。そんな未来のある娘まで心中に巻き込むかしら？そこでもう一つ出てくる説が、日教祖が関係してるというものだ。聞いたことがない名前だけど、何かの宗教団体とか？いや、日教祖っていうのは日本教職員組合の略だ。この組織は日本の教員や学校職員による、労働組合の連合体なんだ。どうしてそんな組織が関わってくるの？実は千恵さんは、竹原小学校で、1年生を教えてる教師だったんだ。普段は竹原市内のアパートで一人暮らししてたんだが、週末は実家に帰るっていう暮らしをしてたみたいだ。千恵さんは学校の先生をやってたのね。でもその組織が関係してるかもしれない。っていうのはどういうことなの？この組織は広島県東部を中心に、世羅町でもトラブルを多く起こしてたんだ。平成11年には広島県世羅高校の校長が、自殺に追い込まれてたり、噂ではこれまでに数十人の教職員が、自殺に追い込まれてるらしい。でもその組織って教員の人たちのための組織なんでしょ？それで自殺にまで追い込まれる人が、出るって想像できないんだけど、これから私が言うのは日教祖が問題視されてる点だ。全員が全員そうじゃないと思いたいが、前例がある以上触れさせてもらうぜ。まず反日的反社会的な思想の宣伝や吹聴、文部省との指導の対立、他には学内に特定の、政治団体のポスターを貼るなどの問題行動が確認されてる。日教祖って教育に携わる組織じゃないの？まるで政治関連の組織みたいだけど、言い方は悪いが、左派極左系の組織と、思われても仕方がないことをしてる。全部触れたら時間が足りないからこの辺にしとくが、ここで重要になってくるのは、日教祖は非組合員の教師や上司である校長を、嫌がらせで自殺にまで追い込むことがあるということだ。まさか千恵さんもそれに巻き込まれたのかもしれないの？他殺とまでは言えない。だが、日教祖の男性が婚約者のいる、千恵さんに恋心を寄せてて、千恵さんの結婚をやめさせるために父親や、仲間たちと共に山上家を仕掛けたことがあると言われてるんだ。絶対にないとは言い切れないわね。そういう組織があるなら、その組織による問題は未だに続いてると言ってもいい。もし千恵さんがそういう目に遭ってたんだとすれば、正弘さんはそれを苦にしてた可能性がある。そうよね。だけど無理心中しなくても、せめてどこか、よその学校で働くとか、なんなら千恵さんには、申し訳ないけど教師以外の仕事をする道だって、あったんじゃないの？あくまで憶測だから関係ないかもしれないが、一応無理心中をする動機にはなりうると思うぞ。千恵さんもそのことに悩んでて、それならいっそのこと全員一緒にってな。なんだか怖くなってきたけど、他には説とかないの？さっき言った日教祖が殺害したという説も、あるにはあるんだが、あまりにも証拠がなさすぎるし、それに家で争った形跡が一切なかったのも気になる。もし他殺なら、大なり小なり痕跡が残るはずだ。そうよね。それにペットのレオまで一緒に拉致する理由がないし。ああ、もし山上さん一家を消したいのなら、わざわざレオまで連れて行く必要はない。相手はペットとはいえ犬だ。本気で抵抗されれば怪我じゃ済まないことだってあるからな。あまりにリスキーすぎる。もし噛まれでもしたら証拠とかになりそうだものね。それと他殺説だとすると、もう一つ可能性があるのは正弘さんの弟の借金問題だ。もしかして保証人になってたの？いや、保証人は父親になってたみたいなんだが、もう高齢で支払い能力がないから、兄である正弘さんが保証人みたいになってたらしいぜ。じゃあもしかして、それ関連で殺されたのかもしれないの？噂によると正弘さんの弟のところに来る借金取りは、結構過激なことをやってたらしくて、保険金目的で無理心中に見せかけて殺す可能性はあるぜ。しかも弟は一家が失踪した直後に、もう死んでいるから探すだけ無駄。
といったことを吹聴してたという証言があるんだ。じゃあそれが原因なんじゃないの？ないとは言い切れないが、正弘さんたちが亡くなった場合、保険金の受け取り相手が他にいないから、弟に行くっていう可能性があるだろ？だからそうなってほしくて、そういったことを言ってただけかもしれないぞ。無理心中をする動機も他殺の可能性もゼロではないのね。まあ現場の状況から見て他殺はほぼありえないとして、一つだけ突拍子もない説はある。突拍子もない説？山上さん一家は神隠しにあったという説だ。どうしたのよ、急にオカルト方面になったじゃない。これは本当にありえない話だとは思うんだが、一応触れさせてくれ。山上さん一家が住んでた世羅町には、大神昇山っていう山があるんだ。ここには江戸時代から伝わるという、神隠し伝説があって、そこに近づくと、神隠しにあってしまうと言われてるんだ。そういう伝承があるのは分かったけど、山上さん一家がそれに関係してるの？どうやら大神昇山は山上さんが所有してる、山だったみたいなんだ。だからもしかしたら、山上さん一家は神隠しにあったんじゃないかって、言われたりもしたんだ。それはさすがにないでしょ。むしろもし他殺だったりしたら、犯人にとっては思うツボじゃないの。これほど奇妙な失踪事件にはあつらい向きの、要素は滅多にないんだから。ああ。だからこれはまずありえないと私も思う。一番可能性が高いのはさっき挙げた純子さんの不倫か、日教祖関連のどちらかを苦にした無理心中だと思うぜ。何一つ確定した証拠とかがないのがモヤモヤするわね。確かに動機も含めて謎が多い事件なんだが、一応目撃証言とかはあるんだ。もしかしてダムに沈むことになったあの車を見た人がいたの？いや、そうじゃなくてチエさんの目撃情報なんだ。事件発覚前日の6月3日はチエさんが勤務する、小学校の日曜参観日だったんだ。チエさんは授業をした後、午後3時くらいまで、竹原市内で開催された PTA の球技大会に、参加してるのが確認されてる。お仕事は間違いなく出勤してたのね。その後に竹原市内の飲食店で行われた親睦会に出席して、帰りは千恵さんが持ってる車を自分で運転して同僚を家まで送り届けたらしい。この時間は午後9時半だったそうだ。少なくともその段階ではまだ失踪はしてなかったのね。それが目撃された千恵さんの最後の姿になったんだが、この時の同僚によると千恵さんは母親の純子さんに電話をして、化粧品を忘れたから取りに行くって言ってたらしいんだ。その後、家に帰って失踪したのね。ああ。近所の人たちによると午後10時半頃に、車のドアが閉まるようなバタンって音が、聞こえたみたいなんだ。そして翌朝の4時過ぎには、新聞配達員の人が山上家を訪れたんだが、その時にはもう人の気配がなくて、車もいつもの位置になかったそうだ。前日の10時半から翌日朝4時までの間に失踪したのね。発見された遺体はパジャマを着てたみたいだし、やっぱり夜中のうちに家を出た可能性があるわね。ここからは完全な素人推理になるんだが、もし正弘さんによる無理心中だった場合、他の家族は本人の意思で死亡したわけではない可能性がある。正弘さんだけ私腹だったのよね。そこなんだ。この際動機は置いておいて、正弘さんが無理心中を行ったと仮定すると、他の家族は薬か何かで眠らされてた可能性が出てくるぜ。寝てる間に車に乗せられて、気づかないうちにダムに落ちたかもしれないのね。正弘さんが本当にカッとなると手がつけられない。正確なら、ありえない話じゃないと思うんだ。飼い犬であるレオも飼い主である、正弘さんの言うことなら素直に聞くだろうしな。それなら一応説明はつくわね。純子さんは本当は社員旅行に行くつもりだったけど、眠らされてる間に無理心中に巻き込まれてしまった。だから家の中には金品や貴重品、旅行用のカバンがそのままになってた。あくまで正弘さんによる無理心中だとした場合だけどな。他殺説も全くないとは言い切れないが、やっぱり一家四人を争いの痕跡なしに同時拉致して、しかも飼い犬のレオまで連れていくなんてのは難しいと思うんだ。もし単純に消えてほしいだけだったら、もっとそれっぽい事故とかに見せかけることだって、できたでしょうしね。ああ、放火なりなんなり、事故に見せかける、やり方はいくらでもある。それなのに確実に身辺を探られるであろう。無理心中という形に見せかけるのは、犯人にとってあまりにも危険すぎるぜ。それじゃあやっぱり正弘さん主導の、無理心中ってことになるのかしら？警察の捜査では無理心中の動機に関して、納得できる理由があったとしてるみたいだから、やはり無理心中と言われているんだぜ。ただ、どうしてここまで世間を騒がせた事件なのに、それを公表しないのかが謎だ。確かに変よね。こういうのって基本的にちゃんと、動機とかが公表されるはずだけど、明らかにおかしい事件なのにそれに関する情報を、公表しないっていうのはどうも奇妙だし、警察にとって触れてはならない。
何かがあるんだろうとも考えられているぜ。せめて何があったのかだけでも話してほしいわよね。少なくとも人が亡くなってるんだから、それに至った経緯はきちんと説明してくれないと不安になるわ。まあ、実際警察が本当に動機を突き止めたのか、どうかも怪しい。情報が公表されてない以上、私たちにできるのは考察することだけだ。それと同じような事件が起きないことを祈るっていうのもね、理由はわからないけど、死んじゃうなんてあんまりだもの。以上が広島一家失踪事件だ。なんだかいろんな説があってモヤモヤする事件だったわね。無理心中が一番マシな説っていうのがなんとも後味が悪いわ。正直この事件に関しては確定してる情報が少なすぎるからな。争った形跡もなければ無理心中に至る動機も不明瞭だ。何があったのか私たちにはもうわからないけど、どうかせめて山上さん一家が安らかに眠れてることを祈るわ。というわけで、今回は広島一家失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。家族へ不可解な2通の手紙。誰かに書かされた鈴木優也さん失踪事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。失踪事件って、自分から失踪する場合で、メモや手紙を残さないわよね。自分から失踪する人は、探してほしくないんだろうし、事件だった場合はそれどころじゃないからな。やっぱりそうよね。ただ、失踪事件の中には、失踪直前に奇妙な手紙を残して、そのまま行方不明になってしまった事件もあるんだ。事前に失踪することを宣言してたってこと？ああ。じゃあ今回は、鈴木優也さん失踪事件について解説していくぞ。それじゃあ、ゆっくりしてってね。事件が起こったのは2003年5月20日、大阪市生野区に住んでた当時29歳の鈴木優也さんが、妹に手紙を出したのを最後に行方不明になったんだ。手紙には何て書いてあったの？すまない。マジですまない。悪いことやって警察にパクられた。兄貴にそう伝えといてほしい。それから兄貴から〇〇と〇〇にも、伝えておいてと頼んでください。優也、と書かれてた。ちなみに〇〇の部分にはそれぞれ個人名と、当時の職場が書かれてたらしい。パクられたって、捕まったってこと？それなら警察に聞いてみればいいんじゃないかしら。鈴木さんの母親もそう考えたらしい。だが、大阪の警察署で聞いてみたところ、鈴木さんが逮捕されたという事実はなかったそうなんだ。実はこの事件に関連してると思われる手紙は、もう一通存在する。他にもあったの？ああ、鈴木さんは失踪する前にも、手紙を書いてて、それは母親へと送ったんだ。その手紙には不審な点はあったのかしら？いや、この手紙には特に不審な点はなかった。鈴木さんがキックボクシングを始めたということくらいだ。それ自体は変な感じがしないわ。そこについては後でまとめて話す。今触れておきたいのは、この2通の手紙が本当に鈴木さん本人が、書いたものなのかどうかという謎だ。そういうのって筆跡でわかるって、聞いたことがあるんだけど、筆跡はどうだったの？母親は警察に捕まってこんな手紙を、書いている暇があるのかと疑問に思ったようだ。もともとそんなに字の綺麗な子ではなかったが、落ち着いていればもう少し綺麗に書けていたと答えてる。最後に残した手紙の方は、かなり走り書きされたような事態よね。兄貴と書かずに兄貴と書いてるし、実はこの手紙を書いたのは鈴木さん本人だが、自分の意思で書いたものではないという説がある。どういうこと？警察を名乗る人物が訪れたから、慌てて走り書きしたんじゃないかとのことだ。急いで書いたから字が乱れたのかしら？さらに鈴木さんは、床か壁を背にして、文字を書いたのではないかと言われてる。確かに、床や壁を背にすれば、丁寧に書こうとしても文字が乱れそうね。この手紙に関して、元埼玉県警捜査一課の佐々木成美さんは、警察にパクられたなら帰ってこなくても、不思議ではないし、その間は、探してほしくなかったのかもしれない。ただ、最初にお母さんへ書いた手紙と、明らかに違う。警察にパクられたというのは、それ以上に隠したいことがあって、あえて手紙に書いたのではないかと思うし、直感的に書かされたと感じた。また当時は携帯電話を持っていたとのことなので、電話で伝えればいい。精神的に相当参っている状態か、事件性のある環境に、追い込まれていたのかなと思うと語ってるぜ。佐々木さんの分析が当たってるとしたら、鈴木さんは人には言えない何かに巻き込まれてしまって、誰かから無理やり書かされたことになるわね。鈴木さんの身にトラブルはなかったの？鈴木さんがどういった人物なのか、について話していくぜ。鈴木さんは静岡県中部島田市で、生まれて兄と弟、妹がいる、4人兄弟の次男だった。性格は明るく、母親と一緒に、四国に旅行したこともある。
家族関係には特に問題はなさそうね。お母さんと一緒に旅行するなんて、仲のいい親子だわ。ああ、年賀状を毎年出し、母の日にはプレゼントを送って、手紙もよく書いてたらしい。それに母親によると、鈴木さんが、トラブルを起こしたり、巻き込まれたりしたことはなかったそうだ。大阪には鈴木さんの兄も住んでて、時々一緒に飲んだり歌ったり、はしゃいだりしてたみたいだな。お兄さんとも仲が良かったのね。手紙をまめに出すような人だし、何かあったら家族には知らせそう。そうだな。鈴木さんは家族仲も良好で、トラブルを起こすこともなかった。少なくとも、家族の間では鈴木さんが、失踪する心当たりがないと思ったようだ。そうね。自分からトラブルに、首を突っ込むタイプではないように思うわ。ここからはこの事件に関する、不可解な点について解説する。まず、一番不可解なのはキックボクシングの件だ。鈴木さんが失踪前に、送ってた手紙に書かれてたのよね。鈴木さんはその手紙を書いた時点で、キックボクシングを始めていたみたいだ。3回ジムに通ったと書かれている。まだキックボクシングを始めたばかりだったの？ああ。手紙では月、水、金の週3日、通うつもりだと書かれていた。鈴木さんはキックボクシングにハマってたみたいだ。週3回は普通のペースだと思うわ。この事件は、テレビでも取り上げられて、番組内で捜査もされてるんだが、その際に生野区にあるキックボクシングジムの、2店舗に聞き込みをしたら、奇妙な答えが返ってきた。ジムからはもし情報があっても、個人情報なので教えられないと言われたんだ。それはもっともだけど、失踪した人に関する情報を集めてるんだから、警察を通してでもいいから教えてほしいわね。霊夢の言う通り、ジムの言い分は、納得できるんだが2003年には、オープンしていないという回答があった。鈴木さんが失踪したのが2003年で、キックボクシングについて書かれた手紙は、それよりも前に送られてたんでしょ？ジムがオープンすらしていないのはおかしいわね。その通りだ。ジムがオープンしていないなら、鈴木さんはジムに通ってなかったことになる。ええ、ジムに通わないと習えないわ。キックボクシングを始めたのは嘘じゃないが、ジムでは習っていなかったのかもな。ジム以外で格闘技を学べる場所はあるのかしら？確かにジム以外で格闘技を習うのは難しいだろう。だから謎なんだぜ。謎が多くて証拠も残ってないこの事件だが、鈴木さんに何があったのか、ネット上の説や、他の事件を参考に推察してみよう。他の事件って、この事件と似たような事件があったの？何があって鈴木さんが失踪したのか不明だから、絶対同じとは言えないんだが、2017年8月にスポーツジム関係者による、凄惨な事件があったんだ。どんな事件だったのかしら？詳細は省くが、ムエタイジムに通ってた男性が、同じジムに通う相手と仲良くなった結果、いつの間にか運転手や使い走りにされ、最終的には監禁されて殺害された事件だ。どうしてそんなことになったの？ムエタイジムと監禁殺人の間に、つながりが見えないんだけど、どういう風に関係性が変化したのかは、不明だが、その事件の加害者には、ジムの経営者も含まれてた。経営者や一部の客が共謀して、被害者男性を監禁して殺害したんだ。もしかして鈴木さんにも、同じようなことがあったかもしれないの？あくまで他の事件からの推測だ。だが、上下関係ができると相手に、危害を加える人間は一定数いる。だから鈴木さんはこの事件と同じように、ジム内で誰かとの関係性に変化が生じて、トラブルに巻き込まれた可能性もある。マリサが話したムエタイジムの事件には、経営者も関わってたのよね。だとすると、鈴木さんは2つのジムの、どっちかに通っていて、それをジム側が、隠してる可能性もあるのかしら？この2つのジムが何も知らない、可能性だって十分にある。鈴木さんがキックボクシングを、習っていたジムが、その2点以外にも、あるかもしれないしな。だけどそういう事例がある以上、一応可能性として頭に入れておく必要はありそうね。それともう1つの可能性として考えられるのは、ネット上で語られてるハイノリに、利用されたというものだ。ハイノリって何？ハイノリというのは、工作員や犯罪者が、身分を隠すために他人の戸籍を、乗っ取る行為のことだ。どうしてそんな説が出てきたの？鈴木さんが失踪当時に住んでいた、大阪府生野区の治安はあまり良くないと言われていて、一部の地域では空き巣などの犯罪も多い。確かに治安は良くなさそうだけど、ハイノリをするような犯罪者までいるの？さらに生野区にはコリアンタウンがあり、韓国人やベトナム人といった、外国籍の人たちが住んでる地域で、日本人との一般常識の違いから、トラブルが起こりやすいみたいだな。もしかすると鈴木さんは、そこで外国籍の人と何かの拍子に、トラブルになってしまって、結果的に自分から失踪したか、
誰かに失踪させられたのかもしれない。可能性もあるってことね。治安が悪いというだけで疑うのは良くないが、ネット上では、鈴木さんが習ってたのは、キックボクシングじゃなくて、テコンドーだった可能性も挙げられている。鈴木さんはテコンドーを知らなくて、テコンドーをキックボクシングと、言ってた可能性もあるの？ああ、そうだとすれば、キックボクシングジムから有益な情報が、得られなかったのも納得がいく。もし灰乗りをされたらどうなってしまうの？本物の方が消されてしまう。だが、鈴木さんの失踪が灰乗りだとすると、少し奇妙な部分があるんだ。どういうところ？灰乗りの対象にされる人は実行者と、都市格好が近く、身寄りの少ない人物が、選ばれる傾向にある。それなら奇妙ね。鈴木さんは4人兄弟だし、お母さんもいるんだから、父親も当時健在だ。だから灰乗りの相手として利用するには、リスクが高すぎるんだ。何かの拍子にバレる可能性が高くなるものね。ただ過去にあった灰乗り事件では、灰乗りされた人物は普通に、日本で健康に生きてるのに、戸籍だけ利用されていたことがあった。つまり記録上は同じ人間が同時に、二人存在する状態になっていたんだ。必ずしも殺害されるというわけじゃないのね。ああ。だがこれらはあくまで可能性だから、実際に何が起こったのかはまるでわからない。そうね。あまりにも謎が多い事件だわ。失踪直前に書いたと思われるあの手紙を見る限り、相当切羽詰まった状況だったのは、間違いないだろうから、何か事件に、巻き込まれたのは確かだとは思うけど、どこかで目撃情報や鈴木さんの、戸籍関係の動きが分かれば捜査も、進むんだろうが、それすら不明だからな。以上が鈴木優也さん失踪事件だ。何があったのか全くわからないのがもどかしいわ。2018年には探偵を雇って調査してもらったそうだが、結局何もつかめなかったようだ。今では母親によって失踪宣告がされていて、書類上は鈴木さんは亡くなったことになっている。諦めちゃったの？もし私が死んだら他の兄弟が、困るだろうなと思って、死んだとは思っていないが、書類上、死んだことにしようと考えてそうしたらしい。兄弟が多いからひとまずそうしただけなのね。鈴木さんが生きているなら40代になっている。ご家族は今でも鈴木さんの帰りを待っているし、もしもに備えて家の電話番号もそのままにしてあるんだ。ふらっと突然帰ってくるかもしれないものね。今でもこの事件に関する情報提供は募集されてるから、鈴木さんに似た人を見たり、関連していると、思わしき情報があれば提供されるはずだ。一刻も早く鈴木さんが見つかってほしいわ。というわけで、今回は、鈴木優也さん失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。